ひろゆきのイサキ見て改め、高橋ひろゆきのイサキ見て始まります。よいしょさあ、ということでございまして、ひげおやじです。そして今回はひろゆきに代わって高橋さん、自己紹介お願いします。はい、高橋ひろゆきでございます。よろしくお願いします。お願いします。じゃあひろゆきおじさん4人でも何やってんすか、おいって。そうですよ、今回はですね、体重も増量してお届けしたいと思ってますから。はい。じゃあ続いて順番に行きましょう。花岡さん、準レギュラー花岡さん、自己紹介お願いします。はい、小諸市の旅館の花岡です。よろしくお願いします。お願いします。はい、はい、最近は旅仲間にもね、すっかりなりましたから僕らは。そうですね、はいはい、ね、楽しかったですね、富山ね。はい、楽しかったです、はい、言わせてる感じがするんだよな。いえいえ、めちゃめちゃ楽しかったですで、続きまして、では岩下さん、自己紹介お願いします。はい、行き先見て、ディレクターやってます、岩下です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、ということでございまして、まずは、まあ、この4名で始めたいと思うんですけれども、改めてこの行き先見て TV ですが、ラジオ番組の収録を兼ねた生配信を行っているチャンネルでございます。その他にも花岡さんのトーク生配信や旅企画もやっている総合バラエティチャンネルになっておりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。そして本日なんですけれども、まあね、いつも一緒にいるあのフランス生まれの花持ちならないね、生まれじゃなかったわ。まあいいや、フランス在住の花持ちならないね。はい、西村ひろゆきくんです、ございますけれども、別件の仕事があるということで、本日は不在となっております。で、代わりとなりまして、ひろゆきくんの代わりに、ひろきさんに来ていただいたと、高橋さんに来ていただいたという流れになっておりますけれども、まあちょっとまず聞きましょう。はい、なぜやつはいないんですか。なんか行方不明ですね。ねえ、なんか連絡取れないんですよ。はい、まあちょっとね、しばらく、まあもう少ししたらね、はい、音信つくと思うんですけど、ちょっとしばらくどっか行ってるんですけど、はい、ね、ちょっと。あ、なるほど。あ、でもまあ生きてはいるんですよね、きっと。多分あんまり俺も連絡しないようにしてて、はい、そうなんだ。そうです、連絡するとすごい要求が返ってきそうだから、なるべく連絡。はいはいはい、まあそうですね、まあそれはなんか言いたくもなりますな、きっと。はい、なんでまあ確かに正しいですね、連絡しないは。はい、そう、頼りがないのがいい頼りね。まあツイッターとかではね、ちょこちょこ、あ、今 X ですね、 X の方でもちょこちょこつぶやいているっぽいので、まあきっと大丈夫でしょうということでございます。さあ、そんな流れの中で、じゃあまあそういったところから今回は高橋 P に出演構成を岩下さん依頼したっていう流れになるんですかね。あ、そうですね、はい、お電話して、もうぜひ穴を埋めてくれと頼みました。あ、なるほど。で、それを、まあでも忙しいでしょ、高橋さんだって。いや、なんか失礼なんですよ、だから。はい、あれあれ、はいはい、あ、いいぞ、まずはどうぞ。ひろゆきさんの代わりに、お前一人じゃ役不足だから一人ゲストくれ。いやいやいや、それは失礼だ、確かに。だから、はい、本当にどうかと思います、岩下さん、それ。なるほど。まあ、無茶ぶりオファーはね、お互い様なところが若干あるので。ね、はい。はい、そこはまあじゃあ全然。一回落ち着いて拭いてください。大丈夫です。はい。ね。まあ、岩下さんもまあ、ある意味被害者ですからね、突然ね、レギュラーの一人がいなくなるっていう状態ですから。はい。ね、ということでございまして。そう、はい、だから、ゲストをですね、はい、私、岩下さんの命令で積もってきましたよ。うわー、さすが。でも、ちゃんと積もってくるところが高橋さん、素晴らしい。結構だって、そんなマストだぞみたいな勢いして言いましたか。そこまで言ってない、そこまで言ってない。さすが、敏腕ディレクター、ナイスです。で、一応ほら、軽井沢だから、はい、軽井沢ゆかりがある人っていいなと思ったのと、あと、ひろゆきさんがいたら絶対出ない人がいいなと思って。はい、あらやだ。はい、で、今日みんなでひろゆきさんの悪口を言おうっていうことで。ああ、やりましょう。そう、ひろゆきさんの悪口にふさわしいんですけど、呼びしましたんで、ちょっとお呼びしていいですか、もう来てるでしょ、多分。ぜひお願いしたいと思います。さあ、ということでございまして、こちらでございます。はい、三浦瑠麗さんです、ありがとうございます。こんばんは。ほら、ひろゆきさんいたら絶対来ないでしょ。もう本当にその通り。そうなんだ。皆さん、ありがとうございます。本当に急に。どうもどうも。趣旨も説明しない。趣旨僕言いましたっけ。いや、聞いてないです。わっ、すごい。それで来ていただけてるんですか。いや、なんか軽井沢の話だっていうのだけ聞いてます。おっしゃる通りでございます。今回のですね、配信のテーマ、軽井沢を盛り上げたいというテーマでいきたいなと思っておりますが、
まあ、それ半分、まあ、もしかしたら誰かの悪口半分ぐらいの感じになるかもしれませんけれども、ゆるーいバラエティーな番組ですので、はい、お気楽に付き合っていただけると大変嬉しいです。よろしくお願いいたします。これ、まず聞きたいことあるんですよ。はい。いや、三浦さんはひろゆきさんと共演 NG なんすか？いや、そんなことはないですけど、本当ですか？うんうんうん、なんか、あの人は、言葉と言葉とか文章と文章の間に間を置かないでブレスがない人なので、はいはい、なんかあんまりほら一人で喋ってるの見る分にはいいけど、応援するとなんかめんどくさい。いやもう今日みんなで悪口を。そうですね、本当にご一緒したくないってことですよね、それは。まああんまりね、あえてね、まあ、あの大丈夫、皆さん、そもそも誰もね、一緒にやりたい人いないですから。全然。いや、アメコンで一緒にやったんですよ、一度。あ、二度ぐらいやった。ええ、どうでした？何言ってるのか分かんないんだよね。なんか勝手に決めつけて、なんか前提の上に前提で、はい、もう一回前提で最後まで喋り終わったんだけど。最初のその前提に口挟もうと思ったけど、もういいや、みたいな。ああ、なるほど。うん、アベマ TV さんの悪いとこ出ちゃいましたね、これはね。はい。うん、いやー、なるほど、そうなんですね。まあまあ、そういった話なんかも。他に高橋さんなんか聞きたいことあるんですか？いやいや、もう本当に、後でもう、おいおいひろゆきさんの悪口でみんなで。かしこまりました。軽井沢の話から、今日ヒゲさんに回し任せますから。ああ、わかりました。じゃあ、段取り通り行きたいと思いますけれども、まあ、こういった、まあ、高橋さんとのつながりなんかもあるんですけれども、FM 軽井沢さんともつながりがございまして、今年始まりました、FM 軽井沢さんの新番組、軽井沢ブックジャーニーのゲストとしても、三浦さん、出ていただいていると。そうなんだ。はい、はい、吉田さん、すみません、こちらの番組について軽く説明をお願いします。はい、毎週放送日はですね、土曜日21時半から22時の30分間ですね、はい、ですね、パーソナリティが日野直美さんといいまして、軽井沢在住の編集者の日野直美さんが聞き手となり、うん、軽井沢にゆかりのある作家さんや著者さん、翻訳家さん、まあ、さまざま本に関係のある方々をお呼びして本の世界に導く新番組という形が今年の1月から始まってまして、はい、その中で三浦さんがゲストで出演なさってくださったという形です。いや、だからこれ、はい、あれでしょ、俺が前回この番組出た時に軽井沢モデル試作として、はい、だオーガホールで三浦さんのワンマンションした方がいいっていうふうに提案してきました。何それ？ありましたね、ありましたね、はい、三浦さんの歌を1時間やるコンサートとかいいよって言ったんですよ、その前回。なるほど。どうですか、三浦さん、そのオーガホールによるコンサート。オーガホールは明らかに聞く側でしょ。確かに聞くの最高の場所ですからね。三浦さんの丸の内サディスティックとか聞きてえな。歌もあるんですか？トークショーじゃなくて、うん、カラオケで。カラオケだよ、聞くなら。ですけどね。いやいや、でも実は三浦さん、実は僕初めましてではあるんですけど、直接お会いしたことが一度ありまして、2017年の渋谷で山本一太さん、今、ね、群馬県の県庁にいました、はいはいはい、方がそれこそソロライブをやると、お歌を歌うっていうイベントをされる、その前がトークショーで、ゲストとして三浦瑠麗さん、ご登壇いただいていて、そこも拝見していたっていうのが実はありまして、はい、いや、山本一太さんは面白いですね、あの方も。あれ、なんかやっぱり最近、いろいろ政治資金パーティーが話題になってますけど。はい、一田さんの歌って結構うまいんで、あれはコンサートチケットだと思えば、ね、はい、数少ない元が取れてる。そうなんですよ。だってほらね、価格つけられないじゃないですか。確かに。ね、ゲストの登壇料に。ね、ええ。いや、あれはすごい、なんか画期的でしたけどね、あ、こんなことやる人いるんだ、政治家でっていうので、お茶目さもあって、すごく素敵なイベントだったんですけども。ギーンズですか、ギーンズの。ギーンズの、まあ、あれではなくて、ギーンズ的ななんかバンドはあるんですけど、はい、林芳正とか。だけど、うん、市田さんは自分でやってて。はい。うん。いろんな人。熱唱されてました。はい。右左。自民党だと、ギーンズだとあれかな。左っぽい、左っていうところかな。中道っぽい人が林芳正さんで。で、鳥取周一さんって、まあ、私もお友達なんですけど、ちょっとかなりメニューの方もいらして、音楽でつながれるっていう。
林芳正さんって歌うまいですか？本当下手そうじゃないですか、なんか。いや、うまい。CD 持ってるけど。あ、そうなんだ。うん。あ、そう、聞いてみたい。そう、うまいですよ。あの、なんとなく僕の勝手なイメージですけど、政治家の方は皆さん声量ありますよね。あの、やっぱりこう、演説だったりとか、街頭演説とかですごい鍛えられてるので。ただ、音痴な人も多いじゃないですか。あ、指摘しづらいですね、確かに。ちょっと音痴だぞっていうのは言いづらいですから。うん、はい。ね、石川さんとかね、吉松さんは歌うまいですよね。はい、そうですね、ほんと聞き惚れました、はい。びっくりしました。みたいな時に実は、あの、拝見しておりまして。はい。すいません、説明させました。いやいやいや、もうそれがでも7年ぐらい前のお話になるので、もう相当以前の話にはなってしまうんですけれども、うん、さあそんな流れの中でギュッと戻させていただきます。本題の話でございます。軽井沢を盛り上げるについて話していきたいと思うんですけれども、うん、まず現状の軽井沢って盛り上がっているんですかっていうのを、まああの質問として皆さん手応え的に、特にあの岩下さんとか花岡さんからも聞きたいんですけど、軽井沢盛り上がってないんですか、このテーマがあるってことは。違う違う、これちょっと一個、ヒゲさん、はいはい、俺三浦さんを呼ぶための方便としてそれ言っただけで、軽井沢は盛り上がってるし、そんなこと考える必要ない今日。あ、そうなの。軽井沢だって別にすごい。三浦さんどうですか、軽井沢って結構もう今インバウンドですごいんじゃないですか。今ね、すごいの。なんかスキーレッスンちょうど3連休って来て子供を入れてきたんですけど、はい、この1週間日本人を教えたのが初めてだとかって先生が言ってたっていう。うん、外国の方ばっかり、外国の人やっぱ中国の方多いですし、うん、中国に限らないですけど、やっぱり耳に入ってくるのは北京語が多いですね。うん、え、今雪すごいんですよね、多分すごくて、ね、門を開けるのに一人で頑張って夜中雪かきをしましたよ。あら、そうなんだよ、多分。で、特にまあ雪も楽しめるし、夏は涼しいし、俺らが盛り上げること考え、小諸盛り上げた方がいいですよ、小諸。小諸なんだよね。あの、三浦さん、この花岡サウナさんって人が、小諸で宿やってるんですよ、隣の。お、はい、そうですか。小諸行きますよ。あ、本当ですか。あ、どういったところに行かれます？毎年リンゴ狩りに行って、松井農園行って。あ、松井農園さんですね、はい。で、それで必ず、ニジマス釣りして。あ、そうですね、あそこは、はい、一尾食べて、はい、残りはお持ち帰りにしてバーベキューで食べて、であとはあの小諸、三田、上田全部行くんですけど、ね、なんかお味噌買いに行きますね。あ、このものじゃないか、あそこは上田かな。あ、味噌と日本酒、蔵町のとこに行くんですけど、ちょっとはい、花岡さん、せっかく皆さんが話を小諸に合わせてくれるんだから、もうちょっと乗ってあげてください、ちょっと。はい、いや、乗ってるんですけど。高橋さん、花岡さん、ただの旅館の親父ですから。書いてあるから、ここに。花岡さん、美人に弱いねっつって。でも、過去一位、花岡さん、今、緊張してますね。やっぱ、三浦さんの前なので。はい、でも、やっぱり、小諸はワイナリーもあるし、いいですよね。はい、うん、そうですね。なんか、ちなみにそれ以外の場所は行ったりとかしたことないですか？小諸でですか？まずはちょっと一回ね、あの、はい、やっぱりあれはあのお城のところの赤い公園、あの、そうそうそう、やばい、結構ちっちゃい子から何度も行ってるし、あ、そうなんですね、うん、でもあれだよね、上田になっちゃうね、ルヴァンとかのお店とか、ジュパンはそうですね、そやとかで上田になっちゃうか、はい、だから小諸だとあそこのあぐりの湯って小諸じゃなかったっけ。あぐりの湯小諸ですね、はい、ですよね、あぐりの湯を何回か行きました、はい、あ、じゃあ一五園も行かれた。一五園、一五園。え、ちょっと待ってください、あぐりの湯っていうところには一五園があるんですか。そうです、布引一五園っていうのがあってですね、たまにセブンイレブンのなんか、うんうん、そのいちごフェアのいちごがその小諸の布引き町になったりとかっていうのはあったりとか、なんだっけな、ポッキーだっけ、なんかそこら辺の有名なお菓子とコラボして、なんか小諸のいちごみたいなので、なんか全部コラボしてとかしてましたね。そんな有名なんですか。結構有名です。で、小諸ってもともといちごの、なんでしょう、まあ野生のいちごじゃなくて、いちごの栽培の発祥の地なんですよね。
え、そうなの？はい。それで、ジャムを、で、その明治時代だっけな、ジャムを作ってたのを天皇に献上してたっていうのが実はあって、それで4月の20何日だっけな、ちょっと忘れちゃいましたけど、ジャムの日っていうのがあるんですよ。ちょっとずつ、ちょっとずつ情報が曖昧なんですよ、花岡さんで。いやいや、でも待ってください。僕とか高橋さんのおじさんからはしけたらこんなに会話が膨らむんすよ。なんで三浦さんのキャッチボールの時だけ急にたどたしくなるんですか、本当に。あの方緊張しすぎでしょ。そんなことない。大返ししかしてない。いちごはちょっと固めの、うん、でも甘いという感じがすごく特徴的じゃないですか、うん、そんなにほら価格も取らないし、とちおとめとかに比べると少し大きくて三角形が際立っててちょっと固めっていう感じがするんですね。多分ね、あそこ今4種類ぐらい主にあるはずで、多分秋姫かな、紅ほっぺが多分どっちかだと思います、多分、うんうんうん、あの基本的にいちご狩りでやってるのはその静岡のでもあれは品種だったかな、うん、多分そうだと思うんですけど。え、端的に言うと小諸は行くと何が楽しいか、あの長野ってまあ行くけど大体長野か松本じゃないですか。小諸は何がうまい、はい、そばのイメージだけど、何がうまい。小諸は基本的そばですね。やっぱり一番は。そばうまいんだ。はい。あの、浅間山の、まあ、浅間山水系で、結構、硬いんですよね、水が。あの、軽井沢も一緒なんですけど。硬水、硬水。なので、硬水です、はい、パンとか、おそばとかが美味しい感じで。食べれるっていうとこですかね。はい。あ、そっか、いいね。ちょっと一回くらい行ってみたいですけどね。なかなか。ああ、そうですね。僕が行ったとこだと、長寿庵さん美味しかったですよ。長寿庵さんってお店がありまして、小諸に、はい。はい。あれが何代続いてるんでしたっけ、花岡さん。え、10代じゃなかったでしたっけ。そう。めちゃめちゃ歴史のあるお蕎麦屋さんで、やっぱり水が良くて、はい、はい。美味しいお蕎麦をいただきました。ありがとうございます。はい。うん、小諸の話盛り上がんねえな、ちょっとやめるか。判断が早い、本当に。もうちょっと、そうですね。これさ、名称にしようとしてるんじゃないんですか、蒸留所。蒸留所上は、そうですね。あ、ワールドウイスキー、はい、うん。そうですね、フェアっていうのが、2月、来週、いつだっけな。再来週ぐらいになるんですよ。あの、世界のウイスキーの蒸留所さんが集まって、うん、なんか何すんの？僕もちょっと考えてる。なんかね、私の友達が建築家の、はい、なんか小諸か軽井沢どこかのね、多分これだと思うんだけど、蒸留所の設計を手掛けて、でぜひ一度行ってくれって言われて、高校の友達なんですけど、すごい。ぜひ行こうと思って、いやだからそういうその蒸留所巡りとかって。ワイナリーもそうだけど、はい、イギリスだとほら一大なんていうか観光スポットじゃない、うん、はい、お庭巡り蒸留所巡りで、これなんか、はい、少しこう長野県広域でできたらいいなと。今だってそばしかね知られてないから。そうですね、一応ワインはワイントックみたいなのになって、はい、今すごい、ワイナリーがすごいめちゃくちゃ増えているんで、だんだんそっちの方も始めてるのと、とウイスキーは軽井沢もできるんですよね、確か。うんうんうん。蒸留所が。そう言ってみちゃう。そこら辺のお酒巡るのは、なんかできそうな感じには今なってきてます。はい。ありがとうございます。まあ、コメントの方にも来てるんですけども、あの、今年の2月19から21にかけて、ワールドウイスキーフォーラムという名称でですね、サミットが、ウイスキーのサミットが行われると。で、これ自体は、うん、アジア初なんですよ。もう日本初というよりか、もうアジア圏でも初めて行われる、まあ、ウイスキーの権威のあるフォーラムなんですけれども、それがなんと日本の小諸で行われるというお話でございます。それ、いいこと俺考えた。え、なんすか、はい、俺、ウイスキーがすごい好きな人知ってる。え、誰ですか。東出さん。あ、お好きなんですか。俺、絶対差し入れはウイスキーにしてる、こういう東出さんは。うん、ゲストで呼んだ方がいいですよ、多分。あら、でも、あれでしょ、東出さん、今、財布もなんか、お金も全部なんかなくしちゃったから、今、途方に暮れてるでしょ。頭おかしいんだけど、数日前、オフィス来てくれて、はい、携帯と財布とクレジットカード全部なくして現れたんですけど、なくしちゃったって来たらしいんですよね。あれ、瑠璃さんは、東出さんはなんか、お会いしたことあるんですか。
ないです。あの、多分面識はドラマの、いや、ひょっとしたらですよ。もしかしたら、はい、ひょっとしたら、朝の情報番組に番宣とかで来てる可能性もゼロじゃないけど、多分ないんじゃないかな。うんうんうん、ちょっと、やっぱ松本人志のはしご酒の次は、三浦瑠麗と東出のウイスキーの番組やりたいわ。ウイスキーは大歓迎で、でも私、東出さんかばったからね。そう、どういうことですか？あの時。だったよ。あの、情報番組でも、多分、あっちでもかばったと思う。ワイドナとかでも。うん、で別にそれはアンさんがどうこうっていう話じゃなくて、いや、それはアンさんの話だから、なんか勝手に被害者憑依するのやめようよとか言ったような気がします。ああ。まあ、あ、そっか。あれ、何年ぐらい前？ 2 年ぐらい前でしたっけ？もう、なんかね。そう、だから私ね、うん、不倫ネタはね、ほとんど全てかばってるからね。今日ほら、再生回数稼がなきゃいけないから、三浦瑠麗さん、松本人志問題についてはどう思うのか、ちょっと聞いていいですか？いや、すいません、もう自由に。その私は友人だから、あんまり、ほら、客観的に物事見れないし、逆に言うと人を知ってるから、あの、そういうタイプじゃないけどっていう、でもほら、それは私に対して見せてる顔かもしれないから、人間多面体だからね、うん、確実なことは言えないけど、うん、でも私が知っている彼というのは、あの、そういう、なんていうのかな、記事から醸し出されているようなのよりもう少し、こう、下目な人だよとは思いますけど、うんうん、でもやっぱ週刊誌報道に書かれたりすることもある経験者として言うと、やっぱりその事実って、ファクトですよね。何月何日に誰と会ったとか、何時から何時これをしたとか、いうのを、あの、脚色する表現がほぼ全てみたいなところがあって、それでほとんど人の印象って決まるんですよね。だから、文藝春秋でもちょっと鈴木すずみちゃんと語ったけど、気持ち悪いと思わせるような書き方をわざわざするんですよ。うん、だから、それが当たれば、もう閉めたものっていうのが、週刊誌報道のほぼ全てで、週刊誌は、いいもんと悪いもの先に決めるんですね。で、これは基本修正は絶対にできないんです。うん、で、この物事の例えば 20% の情報を見て、それをその人を生で知らなくても、その人の人生全部分かってない気になるのが週刊誌記者なので、その残りの 80% を知らないことに対する恐れっていうのもないし、じゃあ残りの8割が明らかになってきたときに、まあ、いろんなアングルから別の光景が見えてきても、それを週刊誌って落とせないんですよ、紙面に。だから、うん、木原問題の時は、あっちこっち行ったでしょ、うん、木原政治問題の時は、最初奥さんが真犯人みたいに、ほとんどの人は、プロ以外はほとんどそう思って、何週か進んでいったら、あれみたいな、別に真犯人がみたいな、うん、そこまで角度変えると、やっぱちょっと週刊誌って成り立たないから、そこが新聞とかテレビとか一応ちょっといいも悪いものは決め打ちはさすがにまずいよねっていう建前があるものとの違いなんですよ。あ、ちょっと質問です。はい、俺ちょっと三浦さん書かれたことあるから逆に聞きたいんですけど、うん、肌感でご自身の体験も含めて、うん、肌感で週刊誌の記事何割ぐらいが正しいんですか？週刊文春新潮でせいぜい多くて 7,8 割ですね。3割間違ってるんですか？あの、2ページの記事の3割が間違ってること。ファクトで2割が確実に間違ってます。だってその、例えばね、週刊誌で書くじゃないですか。自信がない部分は当てないわけ。ああ、フォーカスは当てない。はデマは絶対に本人に当てないの。当てると否定されちゃうから。で、部分的に確信部分、例えば浮気だったら浮気しましたか、何々さんとホテルに入りましたかっていう確信部分だけぶつけてコメント取るでしょ。はい。で、残りにいろんな噂話を書くでしょ。はい。そしたらこの8割の部分は仮に全部嘘だったとしても本人に当てましたって言えるわけ。なるほど。で、そっちをで真実性をちょっと醸しているからこっちも信じやすくなっちゃうみたいな。うん、だからその私はもう文春とも長いから、あの法務部の考え方もよく知ってるから、あの、まあ、言えるとこまで言うと、週刊文春は最初松本さんの報道で性加害っていう言葉を使ってないわけ。ほう。で、松本さんの記事を読んで性加害だと思った人たちが、これはもう普通にテレビ番組から古舘一郎さんみたいなピンの
あのタレントさんに至るまでが全員カッコつけたりつけなかったりしながら性加害疑惑って書いたでしょ、はい、あれ文章よく読むと書いてないの、性加害って。書いたら訴えると弱いから。はい、なるほど。互いの事実を真実相当性まで証明しなきゃいけないから、そうすると証言が言えると加害じゃないってことになっちゃったら負けるでしょ。はい、面白い、ね。ちなみにその、 あの事前にこういう記事出しますよみたいなのとか、こういう文章ですみたいにチェックというか事前に提出とかされるんですか？いや、もちろんないですよ、そんなものは。もうすっぱ抜いてバンと。例えば5個とか10個とか質問項目があるようなペーパーの質問が来るとするでしょ、はい、でそしたらそこにはもう事実もこんなものもいっぱいあるわけですよね。はい、そうすると回答者は一つ一つ丁寧に答えなきゃいけないっていうジレンマに陥って、例えばそれがプライバシーに触るようなことだとしても答えなきゃ認めたことになっちゃうんですよ。なるほど。それがトリックなんです。で、その10項目とかが例えばあるとするでしょ。でこれはもしも聞いたらもしかしたらいけるかもみたいな若干根拠あるようなものも入ってるわけです、噂話だとしても。はいはい、そうですね。はい、でも面派もない週刊記者が一人で通行人になったり、検察関係者になったり、芸能関係者になったり、奥さんの友人になったりするっていうパターンがあって、はい、あのこれはもう当てない、当てなければ書けちゃうから。そうですよね。うん、そうするとその全体としてこの人がどういう人だっていう人格のイメージが出来上がるんですよね。でもそれを最初からもう構成としてイメージを作っておいて、じゃあそれに寄せていくためにどうするか、うん、でかつ法的に訴えられない範囲でいかにごまかすかっていうのがテクニックってことですね。でもプライバシーだったら全部負けますよね。プライバシーには触れてる。そうですね。うん、だからその、はい、結局訴訟するだけのエネルギーを割いたりお金を割く価値があるかどうかっていうことの、うん、書き損とか書き読とか言われてるのがそういうことで、はい、要は書いちゃった方は訴訟で負けなければダメージゼロ、うん、利益があるじゃないですか。そうですね、雑誌取れると。例えば不倫した場合ね、はい、ほりはほり訴訟で話題になるでしょ、はい、損しかないじゃないですか。ですよね、結局本のなんか売名に付き合ってるような状態ですもんね。そうそうそう。はあ、だからまあ狙われていいことはないですよ、うん、まあそうですね。いやだから本当にもうなんかこう、まあ有名税っていう言い方は僕はあんま好きじゃないんですけども、まあ、雑誌を売るためにそういうふうにこうなんかいい感じにこう有名な方を引っ張り出すっていうのはなかなか見ててもしんどいなとは正直思います。でだから誰を書くかっていうのもさ、はい、インフレでしょう。ですよね。こいつは書いてもいいって思ったらデタラメでもバーッと書き始めるわけですよ。はい。だから本来書かなきゃいけない相手は書かない。うんうん。うん。もう例えばね、権力者。いや気になるなと思って。例えば誰だろう。僕なんか作家さんじゃないとか言うじゃないですか、よく作家さんは書きませんみたいな。あ、そんなこと。文春新潮は絶対あの。最後は書きますよ、文春新潮はね。うんうんうん。まあ、小学館とか知らないけど、別に興味ないし。まあ、そうです。ちなみにちょっともっと聞きたいんですけど、あのよく関係者団ってあるじゃないですか。はい。あの関係者は、やっぱそうですよね。だって関係者なんて、運よく当たればいいけど、はい、うんうん、関係者からこれ聞いたって言ってたよって、まあ、女子高生マックレベルの、噂が、はい、結構バーッと広がる。ただ中には本物があって、これは匿名その人の悪口を言いたい、その対立人間っているじゃないですか。はい。で、まあ松本さんの件で言えば、松本さんのことをやっぱり嫌な思いさせられたとか嫌な過去を持ったりしたら、それは匿名で喋る方がいいですよね。そうですね。嫌いだとかね。はい。そういう人はいるでしょ。うん、まあ著名な方になればなるほどそうですよね。そう、でも文春と新潮はまだしも、おい、うん、まだしも、まあそこは嘘をつく度合いがかなり少ない。へ、うん、ただ、中身は、話の中身は一切継承しないから、うんうん、ね、誰それがこう言ってましたって書いただけです。僕たちには
その取材に応じたあれを書く権利がありますって言われちゃうとね。まあ、報道の自由的なことを。言ってたのは事実だからみたいな。まあ、で、それで本人に聞いたんですかみたいな。いや、本人には聞いてませんみたいなね。はいはいはい。じゃあ、その関係者って誰よって言ったら、今度はまあ、匿名性でそこを秘匿にしなきゃいけないって言って逃げるっていう。だからね、みんなね、週刊誌のね、書いてること、真に受けすぎ。ああ、でもそれは本当思うんですよね。なんかなんか、まあ、エンタメ的に楽しむ部分だったら、まあ、いわゆるそのゴシップ誌なんで、うん、ありまあ、その存在意義としてエンタメとしてはありだと思うんですけど、うん、なんか自分のことよりに本気で怒る人いるじゃないですか、うん、その読んだ結果そう、ね、なんかすごいなっていうのは思いますけど、僕これ炎上します、今の発言もしかして、大丈夫ですよ。本当にヒゲさんはね、被害者の気持ちがわからない、はい、大クソ野郎だね、本当にね。でもそれが凶悪ならね、凶悪っていうことになってんだったらやる意味あると思うんですよ。はいはい、例えばね、ね、なんか冤罪事件とかね、この前の大河原加工機事件とかね、はいはい、あるいはゴーンの、まあ、なんか、そうですね。うん、旭川の自殺の問題なんかも取り上げてる側面はあるはあるなぁと思ってるんですけど、まあとはいえ、うん、でも売れないからね、冤罪事件なんで。そうなんです、YouTube もそうなんです。でも、あ、常に YouTube の番組の制作とかもしてるんですけども、やっぱいいことをやってても本当反響が少ないんですよね。で、逆にYouTube の誰々がこんなことやらかしたぞっていう方がやっぱりこう数字は回ってしまうので、なんかバランス取るのが本当に難しいなっていうのは思います、うん、今の時代マスを目指すっていうのは劣化することだから、マス目指さない方がいいっすよね。おー、あー確かに、うん、本当なんか例えばテレビに出るとかさ、はい、なんか選別聞かないでしょ、誰が聞くかっていう選別が。そうですね、もう恐ろしいですよね。うん、でしかも、まあ言い方悪いですけど、皆さん独自の解釈をされる方もいるじゃないですか、やっぱ視聴者さんそれぞれで。で、勝手にそういうふうに解釈して、そうやって怒るのはちょっと違うんだけどなっていうのも思いますし。うん、そう、だからそうじゃないんじゃないですか、はい、だからいいんじゃないですか。すね、ただ、YouTube でね、うん、良質な情報垂れ流して金になるかだけど。そうですね、まあ、ただ、小回りが効くので、YouTube の方が。うん、制作費っていう意味では少し楽なんじゃないですかね。高橋さんどうですか、そこら辺は。 YouTube もでも金かかる。え、三浦さん ご存知かな、文春とかって新潮とかって一冊いくらぐらいなんですかね、1週間の制作費。一冊、うん、1週間かけて作ってんだろう、俺も分かんない、全然分かんないって聞いてるんですけど。え、一冊ってどういうこと、本のこと。1週間の予算っていうか、まあ、テレビだって1週間なの。それはね、聞いたことないな、そういえば。でも、週刊誌なんかも結構青木吐息だと思いますよ。だからほら、今、看板に対してるでしょ。うんうんうん。あれだって外部の人間も雇ってるしね。あ、週刊誌さんが、記者さんですか。そう、だから契約的なフリーランスチックなことを、やっぱ優遇がないと、それこそね、夜中、芸能人が不倫してそうな繁華街とか晴れないでしょ。社員はだって家帰って育児とかしてるからね。うん、でこれ中ので編集者さんとかって、こういう思いでやってる、結構正義を実現しようという気持ち、純粋な気持ちでやられてるのか、それともなんか同じ人間だし、まあ、身長とか文春も友達いるじゃないですか、やっぱ言うて。そう、俺も同じ中で、志持ってる人が入るは入るじゃないですか、一応。まあ、だから両方でしょ。なんかやっぱりね、文春と新潮はそれでもだいぶ違いますよ。文春っていう会社は、あれは、異様に敗者精神が強いんですよ。で、民主的な。で、媒体がそれぞれ独立性を保ってるから。だから変な話ですね、芥川賞と週刊文春が同じ社屋に存在できるっていうこと自体がね、文学界とかね。でも普通に文春ってローテーションするから、文学界にいた人がね、その高等趣味な文学と評論やってた人がある日週刊文春にぶっ込まれるわけですよ。へ、これは死ぬでしょっていうね。
それはしんどいな。しんどいと思う。それででも結構でも そしたらジャーナリズム実現しようみたいなノリでやるんじゃないですか。そういうことでもないですか。うん、まあ両方ですよ。やっぱりね、書かれたことはそれなりにちゃんとチェックしてますよっていう意見なんです、うん、文章の人たちはね。もちろん間違いが あるって指摘して嫌なんですけど、でもそのやっぱり他の週刊誌とは比較にならないね、取材力を持ってるし、だけどそのやっぱり一番あれなのが、意義を認めずに否定してくる人たちが彼ら嫌いなんですよね。うん、だからあと嘘つく人たちとかね、うん、やっぱ嘘つく必要を認めないから、自分で別に嘘つかないんですよ、あとは恨むかどうかの話であって、はい、あのやっぱり表に出る人間はね、あの恨みとか持って生きてられないんですよ。あ、まあそうですね、うん、人間が多いからそれはしょうがないと思います。そこはね、文春の人たちのプロフェッショナリズムも理解しつつ、でもやっぱり愛情を持ってね、でもあなたたちちょっとなんか正義の味方みたいな気取りで、松本人志ならぬ王様にあなたたちがなってるんじゃないのっていう番組をしても、うんうん、ありがとうっていうか面白かったですって言ってくれる人たちなので、へあるんです。そういうことなんだ。え、対して身長はどんな感じなんですか、うん、愛社精神強いの文春で、身長はどんな感じですか、うん、身長はもっとね、なんか個人技っぽいところがあって、編集者も担当だとそんなくるくる変わんないし、やっぱ結構長いお付き合いをするから、だから週刊の人間と、それから、まあ、自分の本をやってくれてる人間は全くの別物だっていう感覚を持ちやすいんですよ、身長だと。でも文春だと、自分を担当してた人間がいきなり週刊行ったり、週刊ですごいことを書いた人間が自分のね、近い部署に来たりするから、おいおいっていうのはちょっと思いますよね。なるほど。まあ、違う意味で言うと、違いますね。で、今の話聞く限りと、でも文春さんだといわゆるジャーナリズム精神的なものは持ちにくいのかなと。もともとは文芸屋の人が、まあ、報道もやるみたいな感じになっちゃってるので。でも、文春が一番そのジャーナリズム的な気構えはありますよ。あ、そうなんですね。うん、それはやっぱりすごい、やっぱ週刊に長い子っていうのもいるし、はい。なんかその人脈ってあるんですよ。やっぱり私は書籍系の人間とか、本誌って言われる、月刊の人間との付き合いが深いから、週刊の人間はちょろちょろなんですけど、はい。やっぱりスクールがあるんですよね。うん、自分の本籍地みたいなものが、うん、ここで育ったよみたいな。うん、で、なんで、まあ、この前も新谷さんとちょっと話してたんですけど、なんでこういうちょっと焼け跡地区になってるのかっていう試験を私も述べたんですけどね。はい。あの、要はベッキー以来ですよねっていう話ですよね。あれもすごい話題になりましたもんね。あれ以来、ちょっと不倫にみんなが、世の中のみんなが興味を持ちすぎて、週刊誌が売れなくなってきたんで、そっちに頼りすぎたんですよ。だから、結局、新潮がそっちから行って、はい、文春が追いかけて、うん、今、文春の独り勝ちなんだけど、書いてるものには、エロ系のネタのものとか、うん、あるいは、性加害かどうか分かんないけど、性加害っていうことを相当印象操作してる記事とか、はい。で、この後先どこ行くのっていう。だから、結局、AV 監督とかが、はい、文春の人間のスキャンダル、性スキャンダル暴くぞとか言って脅してるのはそういうことでしょ。誰がやってるんですか、それ。村西さん。はい、村西さん、ね、監督。はい、村西監督の文章めちゃくちゃ上手ですよね、ツイッターね。まあやっぱり村西さんももともとね、文芸少年というか、はい、そういうありますよね。本当にやばい、やばいでしょうし、文春新潮に所属してるだけで、はい、私生活暴かれたり、過去の知られたくないこと暴かれる可能性はもちろん出てきますよね。でもそうしたらみんな就職、ほら、やっぱ結構企業って就活大事じゃないですか。やっぱ文春行きたくないとか、新潮行きたくないってなっちゃうのが一番怖いですよね。そこ入りたくないみたいな。まあまあ、でもそう考えて就職活動しないしね。みんな入るときは週刊誌やりたくないって言うんだよ。でも染まるのよ。だから見てきたから、
みんなやっぱり染まるんですよ。そんなね、若い子がね、自分の価値観とか哲学にもっとって生きるなんて無理ですよ。それはね、そうだと思う。俺もテレビ東京で先輩から聞いた。みんなね、自分入った時は、はい、あの番組やりたいって入ってくるんだけど、ギルガメッシュ入ってやだって言うんだけど、1ヶ月で染まる。はいはいはい、ギルガメッシュだ。割と早いっすね、染まるのね。そっか、染まっちゃうのか。まあでもやっぱりさ、うん、あのオリンピックの闇のさシリーズなんかもすごい読み応えあるし、やっぱりねすごい取材力のある外部のライターの人とか記者さんとかねが載せる媒体として今、はい、週刊文春以外にどこがあるのかとかね、別に結果も、まあ変な話だけど一番垂れ込んで反響を作ってもらいやすいのは文春さんだとやっぱ思うんですよね、媒体力が高いので、うん、だからやっぱり垂れ込みたい人ってやっぱ恨みがあってこう傷つけたいから、だからいろんな人に知られたい、知ってほしいっていうのがあると、まあどんどんこう文春さんに寄ってくんだろうなとは思います。まあ俺もさ、文春も新潮もあの、はい、文章ライターさんの文章も読ませる文章多いし骨太な記事多いから、うん、まあ存在意義として結構大事だと思うんですけど、ちょっと何をギアチェンしたらちょっとこう空気変わってくるんですけど、ちょっと今やっぱ結構あの世論はきつめじゃないですか、週刊誌2紙に対して。あのね、だからまあ焼け跡になってしばらくしないと分かんないんですよ、うん、だから今は一応反省のあるいは自己防衛の気持ちかなも込めて松本人志報道問題を考えるって言って指揮者に語らせたりね、はい、まあちょっと心の深さを見せて多角的に物事をいろんな方向から見れるようにしたりはしてて、それはすごくいいことだと思うんですけど、はい、でもこういう動きってとことんまでいかないとダメで、でこの前その、不同意性交等罪の無罪判決が出たんですけど、はい、不同意性交等罪って私作るの反対だったんですね、はい、でこの未来を予見してたから。これあれでしたっけ、うん、あのまあお酒とか飲んでやっちゃうとダメだよみたいな、そういう感じですけど、同意がなければ全てダメみたいな、そんな感じ。あの要は準強制性交等だとお酒とかその、まあ、薬とかその要は暴力で抗ってない状況になってる、やっぱ準強制性交等罪っていうのはそれはもともとあったんですよ。2017年の時かな、はい、法改正でできて、そのお酒に酔ったら酔わないみたいな話じゃなくて本当に不同意だったらっていうことですよね。でその不同意っていうのは同意じゃないっていう意味だから何をもって同意があったとするのかっていうことを逆に争わなきゃいけなくて、はい、昔の昔だったらもう女性が部屋に入っただけでね OK したとみなされたり、はい、女性の日頃の素行が裁判で問題になったりするんですよね、はい、でも今はそういうスタンダードからぐっとずれて、その密室で誰も録音録画しなければわからないことなんだけど、はい、女性の証言がすごく重きを置かれるようになったんですよ。もうそうすると何が起きるかっていうと、その初めて寝ちゃいました、うん、男女がいました、はい、初めて寝たんだから相性もわかんないし、その後の愛情もわかんないじゃないですか、はい、でやっぱこの人嫌だった、うんうんうん、不快なセックスだ不快な関係だったと思ったら遡ってやっぱり不同意になるんですよね、女性は。後から意見を変えるのも可能なんじゃないかっていう恐れというか懸念ですよね。そうなんですけど、なんでこういうことが生じるかっていうと、はい、イエスイエスの文化じゃないから、はい、ノーノーノーって言って、はい、その文化だからなんですよ。女性から積極的にイエスイエスイエスって言ったじゃなくて、はい、男性の行為を若干補助したあるいは許容したぐらいの感じで始まっちゃうから、はい、問題なんですよ。一応あのフォローさせていただくと、すみません、ググりました、2023年7月13日から施行されると言われているのが、この不同意性交等罪というもので、はい、被害者が同意をしない意思を形成表明全うすることが難しい状態で性交渉を行うことに対する罪と、まあ、これ読んだだけだと全く分からなかったんですけど、まあ、今先ほどの三浦さんのやつがお話がそういう話でございますというのがみんな分かったかな。ごめんなさい、普段あのエンタメチャンネルなんで多分ついてこれるかなっていうのがだんだん心配になってきてでちなみに、ね、うん、あ、はい、裁判官が珍しいこと言ってて、はい、
なんかやっぱりその女性がそのひどい目にあったのちゃんと犯罪として裁くのも大事だけど、はい、やっぱり無実の人をその有罪にしてはいけないってことをわざわざ突起してるんですよ。つまりこれからは関係性の変化によって不同意性交だったというふうに女性が告発する事例がすごく増えるぞっていうことを裁判官も懸念してるってことです。なるほど、うん、法の守護者である裁判官ですらもその危険性は訴えている話にもかかわらず、そんな状態で施行してもいいのっていうのはやっぱり気にはなっちゃいますよね、うん、もう高橋さんとか大変ですよきっと。いやいやどういうことかな。おかしな話だったそれ。それを冤罪って言うんだよ、それを。それを冤罪って言うんだもんね。ただ、すいません、すいません。はい。この話題になった時に、はい、すごい花岡さんが、うわーとかってリアクションしたり、カットインしてきて、やっぱ、花岡さんが一番興味あるっぽかったら、なんで？そうですよね。なんか、他の国の女性ってどう、アプローチとかどうなんですか？その、恋愛関係とかっていうのはよく見えないんで、さっきおっしゃったじゃないですか、まあ、日本人って要は嫌よよ嫌よっていうのがすごい文化としてついてきちゃってるから、そういうことを思ってると思うんですけど、うんうん、外国の方ってやっぱ女性の方は積極的だったりとかちょっと違うんですかね。だからそのイエスって言っても恥じゃないっていう認識は、なるほど、西洋のね、皆さんが外国って時は多分西洋をイメージしてると思うんですけど、うん、イスラムはまた全然別なので、はい、はね、婚前関係がちょっとまた微妙だったりするんで、まあ、それは置いとくとして、はい、いわゆる他の先進国ってことで言うと、はい、もう少し明確にイエスと言って恥じゃないと女性が思ってるでしょうね。うんうんうん、いや、なんか今こそなんかアダルトビデオとかもちょっと変えていかないといけないんじゃないですかね。そうなってくるとやっぱり。何の話あ、要はその学生時代にその女性がこれでいいのかどうかっていうのが今はすごい見えちゃうじゃないですか。特に、うん、どんな状況であろうと、はいはい、それだったらなんかやっぱりその、まあ、女性が嫌だものは嫌だって言ってそれはダメっていう形でやっていく方が本当は健全なんじゃないかなって思いますけど、ね、ストップする、ね、うん、でストップされてねって言ったら、はい、なんかカルチャー変わりそうじゃないですか。そうですね、うん、ダメな時あったけどいい時はちゃんとあこれはいいよっていうふうに示されてそれに至るっていう形になるとちょっとやっぱ変わんのかなみたいな。そうだし、まあ、私は女性がノーっていう能力を身につけようってずっと発信してるんですけど全然賛同者が集まらなくて、はい、お男性には男性でやっぱもっと思いやりと人の心をちゃんとそれこそ忖度する能力を身につけてほしいし、はい、やっぱり最初になんとなく OK 勝ち取ったらあとは何しても大丈夫みたいなね、浅はかな思い込みがね自分の首を絞めるし、はい、うん、そうですね、まあ、そこは紳士的たれとは思いますし、ちょっとごめんなさい、途中でそのあんまりこう賛同同意を得られなかったとちゃんとイエスノーっていうのをきちんと言うっていうのはすごい現代的な話だと思っていますし、割とそういうの需要があるというか求められてるはずなのに、なんで同意って得られないんですかね。その同性の方が嫌がるってことですよね、その多分ご意見に。二級市民でいたいんだったらっていうのはすごく強いんだけど、まあ、守ってもらわなければいけない存在である限り対等じゃないんですよ。だから守るっていうのはイスラム法みたいに婚前性交したら男性もすごい刑罰に遭うとか、はい、そういう形で守るしかなくなっちゃうんですよ、家父長的にね、はい、で例えば女性が自分の意思で関係を結んだにもかかわらず、うちの娘に何してくれとんねんみたいな感じで父親がどんなりこむみたいな構図が必要とされるのはおかしいんですよ、はい、そうですね、うん、まあだから昭和と、まあ、初期、はい、女性にのごめんなさいね、能力をねみんなで持とうって言ったらなんか全然賛同がつまらない。いやでも言ってもらった方がいいと思うんですけどね、男の人もなんか、ね、うん、なんかね、まあ、やっぱり俺らほらおっさんじゃん、はい、みんなおっさんと皆さんお姉さんじゃんちょっと、はい、だけど、はい、いいんだよ多分若い子はそういうのハックしてって、なんか俺聞いた話によると、うん、こうアプリで
会った時こう、まあ、例えば LINE とかに全てこう利用経路みたいな、あの、ね、こう記憶みたいになってこう交換したら、何かあった時こう、はい、声ではなかったみたいな、なんかそういう、そういうアプリみたいな、なんか開発されてる動きとかあるらしいよ。若い人は若い人で、はいはいはい、LINE じゃないけどね、それは。だけど、なんかいろいろ知恵使ってるみたい。もう、引退したおじさんからするとさ、なんかそういうのをちょっと、うん、こう困っちゃうように見えるけど、なんか若い人なんかハックしてるみたいよ、ちゃんとそこら辺は。まあ自己防衛は大事ですからね。無理だよ、無理無理、そんなアプリ無理か。あの、ちなみに僕が聞いたアプリだと、なんか後から書き換え可能らしいっすよ。マジかよ。だから同意かひどいになることも全然あり得るので、まあ、してみたら最悪のやつだったって絶対あり得るでしょ。それはありますよね。そうっすよね。うん、何ケースみたいなね。で、特に女性側の方が多分そういうがっかりすることって多い気はしていて、あんまり野郎目線だとなんかあんまりそういうことまではないものの、多分逆にそれは男性がひどいことをしてるからだとは思うんですけど、うん、あ、だから無理なんじゃないかなとは思うんですよね。小出さん問題覚えてます？小出さん、俳優の小出圭介さんの、うん、あ、ありましたね。ごめんなさい、でもあまり詳しく分からず、ちょっと概要だけ聞いてもいいですか？どういうお話か。はい、若すぎる子とそういう関係を持って、しかも若すぎる子がその子がシングルマザーでっていう、なんか複雑な話だったんですけど、はい、世の中の人がいろんな意見を言ってる中で、私が一人なんか孤独な意見を言ってたのは、はい、あれは否認しないのがいけないんだっていうね。そんな若い、ただでもシングルマザーで、子供を預けなきゃいけないみたいな、すごく複雑な事情を抱えている子と、はい、まだ判断能力がない相手と、否認しないでした以上は、いろんな意味で責められて叱るべきだ。うん、またその貧困に陥ったり、はい、自殺できない理由になるでしょう。そうか。あの事件は未成年だったんですね、相手が。そう、でもそれはもう子供いるからみたいな、子供いる、やることやってんじゃんみたいな、女性批判も盛り上がって、違うんだ。はいはいはい。子供をなくしてシングルマザーになってしまうような子に、はい、つけるんじゃなくて、さらにそういう境遇を強化するようなことをしちゃダメだってことですよ。うん、ね、それは本当おっしゃる通りで、一応あの、すみません、じゃあのググりました、補足します。2017年5月に、小池圭介さんがですね、大阪府青少年健全育成条例違反の疑いで書類送検されたっていうのが発端となる一連の事件のことでございますというのを皆さん分かったかな。はい、伝えておきます。ちょっとさ今日俺軽井沢の話するつもりできたら、はい、可燃性高えよマジで。アーカイブ一回遡ってみてほしいんですけど、まず俺が知った軽井沢の話をヒゲさん違うよって言って取り下げて、そこからぶっこんでから探したんですからね。俺はもうね、健全な軽井沢トークでね、今日は2時間楽しく喋ろうかなと思ったのに、なんで背中に汗かきながら喋らなきゃいけないんです、こっちは。ちょっと話そらすと、はい、あの三浦さんのそう後ろの本棚はどんな本が入ってるんですか？それはすごい、それ気になるんだけど、うん、これね、すごい、ね、書籍の量ですね。これ、お、なんすかそれは。あ、光ってて見えない。神々しい。はい。え、なんか、古典？ちょっと、岩下さん、これ、三浦さんの画面、でかくしてもらったりできます？俺じゃないですよ。俺じゃないんですよ。なんすか、茶べっけ出すんですか、岩下さん。すいません、まあ、三浦さん、もう一回本見せてもらってもいいですかね、今。これは、岡本かの子、林文子。あ、そうです。文学全集みたいな、文学系が多いですね、こっちのターナーはね。あとプルーストとか、あと子供の本もたくさんあって、ガンバとかね、24の瞳とかね。どれぐらいあるんですかね、本冊数という言い方になるんですかね。全部の家で、まあでも1000超えてる、2000ぐらいある。全部の家って三浦さん何個あるんですか、家。3個ぐらい。金持ってんなわ。すごいすごい。まだあるな、金。豪邸とかじゃなくてですよ。そうじゃなくて、うん、今本置いてる場所が3つあるっていうだけです。そういうこと。三浦さんの一番こうおすすめの、これは座右の書だみたいなのって何なんですか？ねえ、一番好きな本？気になる。
泉式部か、あるいは、そうだな。あ、一番好きな本ってわけじゃないんだけど、結構、編集者におすすめされて、読んだのが、はい、なんすか、傷を愛せるか。傷を愛せるか。宮地さんっていう女性の、この方は、ね、精神科医って言っていいのかな。どういう本なんですか。この人、トラウマの研究とかね、結構ね、できる人でね、まあ、ぜひ読んでいただきたいんですけど、この人の、はい、まあ、エッセイ集なんですよ。なんかね、冒頭読んでいいですか。はい、お願いします。ぜひ。何もできなくても。娘がまだとても幼い頃、外出先で階段から転げ落ちたことがあった。少し離れたところにいた私は落ちていく姿をただ見つめていた。ただ黙って目を凝らしていた。静かに。動くことなく。はたからは冷たい母親だと思われたかもしれないと後で思った。母親だと普通パニックになって叫んだり、焦って駆け寄ったりしそうだからだ。なぜパニックにもならず、駆け寄ることもなくただ見つめていたのか。多分私はその時、医師としての自分になっていたのだろう。どのように落ちていったかをきちんと見ておくことが、その後どのように対処すればいいのかを考えるのに一番役立つからだ。で、こういうね、なんかね、その、はい、私がなんか親和性を感じるのはこういうことなんですけど、別に冷たいわけじゃなくて、しっかり観察する人間っていうのが、あの、まあ、こういう冷静なね、冷静すぎる眼差しで自分の娘が落ちてくのもそういうふうに見てしまうわけでしょう。はい。ちょっと番組にフィットしてないこと言ってる。いや、めちゃくちゃ興味ありますよ。興味ありますよ。めちゃくちゃ興味あります。まだまだ語ってほしいです。だからね、その、まあ、この人は精神科の医師で医学博士。はい。で、その、トラウマについての、あの、本が有名なんですけど、あの、私はやっぱりいろんな経験をしてきて、で、その経験値が大きいだけじゃなくて、それをその自分で分析できる、なんていうんですかね。そういう、なんか属性というか人間じゃないですか。で、その組み合わせってなかなかなくて、はい。その、やっぱり知性が走ってしまうと、大した人生経験もなしに、例えば正義と悪に分けてみたりね、自分の正しさだと言い立てたりするんですけど、はい、で、経験しかないと分析ができないし、私は例えば性加害問題で私は傷ついたんだということをただ言うしかできないじゃないですか。はい。私はその、なんていうか、両者を持ってるっていう意味では、すごく恵まれた人生を送ってるなと思いますし、はい。だからなんか例えば男性と女性の話でも、別に両方の目線から見れるわけですよね。うんうん、うん。そういう人ってあんまりいないから、そうですね、難しいですもんね、うん、本来であればその両方っていうのをちゃんとバランスを取るっていうのは、うん、そうですね、このその著書である宮地直子さんも同じような目線 で語られているっていうところにすごい、まあ、シンパシーというんですかね、うん、共感する部分があるってことですか。彼女がトラウマを持ってるわけではないと思うんですけど、ただ、はい、珍しくすごくその冷静にあのそういうものを持ってる人を 見る人、ただ見るってすごく大変なことで、はい、ただ見るってことができない人が多いんですよ。カウンセラー、私も何人かあるけど、うん、あのすぐね、被害者に取り付こうとするんですよ。ああ、はい、うん。で、もう、あなたは悪くないみたいなね、初めてなんか、自分の影響力を拡大しようとするんですよ。で、それは支配なんですよね。うん、はい。でも、それで、バーって泣いてトラウマを乗り越えられる子ももちろんいるかもしれないけど、はい、やっぱり私はそういう、なんていうかね、表層的なテクニックでは陥落しない人間なので、なんか自分を常にこう見つめ続けたり向き合うのに役に立ってくれる人っていうのはなかなかいなくて、だからこの本に出会った時は、あ、この人はそういうことができる珍しい人だなと思って、最近出会った本ですけどね。この傷を愛せるかの傷って何なんですか。自分のそのトラウマの傷とかね、
自分のほら人生来てもさ、事件が起きなくてもいろんな傷を持ってるじゃないですか。モテないってバカにされるとか、男性に暴力を振るわれるとか、うん、親に、はい、お前はバカだって言われたつとか、誰しもがこう傷を抱えてるはずなんですよね。うん、だけどありますよね、はい、それをまっさらな人生って無理だから、そこをやっぱり自分で向き合って傷にどう向き合うかが、まあ、人生の醍醐味ですからね。なるほどね、傷とどう向き合うかが人生の醍醐味か、うん、もう完全にお迎えした今。あれを思い出した、はい、三浦さんが書いたです。三浦さん書いたです。ヒゲさん読んだことある？ごめんなさい、僕ないんですよ。すいません。女子としても人生を、はい、もう何とかの喜びもですよね。あ、孤独の意味も女と女であることの味わいもっていう本で。うん、そこが初めて何ですかね、人文的な本を書いた本なんです。人的。解読させていただきます。はいはい、三浦さん。あれ、泉式部は何ですか？泉式部って全然知らない。名前はほら、古典の授業でやるじゃないですか。うん、で、まあ、紫式部は今、大河でやってるし、魔界の草子とか読みますけど、うん、泉式部日記って何が楽しいんですか？まあ、あれ、ひどい男の話で。今もね、大河の光る君へで、身分違いの恋があったっていう前提で、あれはまあ架空なんですけど、道長とね、式部の間の恋愛みたいなのを創作してるんですけど、あの時代やっぱり身分結構すべてなので、どんなに才能があっても泉式部は親王たち2人に愛されてもまあそばめ扱いなんですよね。うん、でまあ圧倒的に才能のある女性なんで、彼女ほどのこう歌の才がある人私は知らないんですけど、その彼女の才能ゆえに、まあ別に単なるボンボンに過ぎない親王が、うん、との恋愛がすごい美しく描かれるわけですよ。うん、彼女の思いも深くて、バカにした時もすごい感動するんですけど、多分そこに本当に実在してた親王っていう男は、まあ、大したことないやつなんですよきっとね。だから私の持論として、まあ相手が大したことなくても立派な恋愛できるっていうね。まあこっちの捉え方次第でってことですよね。そう、自分の感情を深くすればいいだけだから。うん、なるほどな、いい話、今日なんかいいじゃん、普段こんな文学的な番組だったっけ、これ。そう、無理ですよ、だって、そんなこと語れる人いないんですから、本当に。揚げ足取りだとね、皮肉屋しかいないんですから、こっちには。ひろゆきになりましたね。ひろゆきになりましたね。また、そういうこと言うと、ひろゆきさんには無理だね。ひろさんにはちょっと。はい、映画とか喋らせてるね、ひろゆくも割といろいろ語りますけど、はい、確かに映画好きですよね。映画は大好きなんで。あ、三浦さんは映画とかはどうですか、ご覧になります？うん、まあ割に好きですし、映画館最近そんなしょっちゅう行ってないんですけど、やっぱりアマプラとかネットフリとかでいろいろ見たり、あ、そうですね、家でもいろいろと見れるようになりましたからね、便利になりましたよね。はい、うん、ちなみにちょっとすみません、書籍からスライドしたんですけど、じゃあその映画で言うとおすすめとか好きな映画とかっていうのは何かございます？バージニア・ウルフが出てくる、モチーフとして出てくる登場人物をニコル・キッドマンがやってる映画なんですけど、巡り合う時間たちっていう放題になってたかな。英語だと The Hours っていう、その時間たちっていう、The Hours っていう現代で、はいはい、多分巡り合う時間。巡り合う時間たちですね。ございました。2002年の作品ですね。これ、素晴らしくいい映画なんですよ。で、音楽が最高で。あ、なるほど。これはちなみにどんなお話っていうの、まあ、そのネタバレを、あ、見た人もいる。うん、なるほど。だから、バージニア・ウルフと違う時代を生きるバージニア・ウルフ好きな人もいれば、はい、読んでる読者としての人もいれば、はい、バージニア・ウルフと、はい、まあその、まあ、ダロウェイ夫人っていうのが、まあ一番よく知られている作品なんですけど、バージニア・ウルフの小説の中では。うん、で、そのミセス・ダロウェイっていう、その主人公の名前で、あだ名で呼ばれている女性編集者の物語とか、そういう、まあ、時間
軸が違うんですけど、はい、同時に進行していって、まあ、最後にうまくつながるんですけど、はい、まあ、そのつながる手法は、まあ、映画の手法と、そうですね、作品の手法として素晴らしいけど、手法だけじゃなくて、この若い頃単に金髪の美女だったニコール・キッドマンが、はい、やっぱり人間になってくっていうんですかね、やっぱりその死を考えて、自殺しちゃう作家なので、バージニアは、はい、最後受水自殺するんですけど、それを演じるにあたって彼女のこう内面のその葛藤とか深み、あの年齢になってね、彼女が培ったものが出てくるのもいいし、はい、やっぱりそのなんていうのか、女性と男性もそうだし、兄弟でもいいんだけど、はい、人間が決して分かり合えない辛さみたいなものがね、なんかこう最後にそれをふわっとこう抱きしめてあげたり許してあげたりできるような気にさせてくれる映画でも、そうか、あのニコール・キッドマンさん僕好きで、ちょっとあのすみません、作品自体がまだ見たことはないんですけど、今の三浦さんのお話聞いて、確かそれって、トム・クルーズさんと離婚した直後ぐらいに撮ってる作品なんですよね。なんで、なんかプライベートで傷を負いながら、その、そういうなんか、うん、あの、まあ、最終的にはそういう自殺をしてしまうっていう女優を演じるっていうのが、めちゃめちゃシンクロしたいい作品、うん、映画になってますっていうのは、なんか、すいません、頭の片隅にありました、今、ちょっと思い出しました。うん、で、メリル・ストリープ。私も大好きな女優の一人なんだけど、はい、また素晴らしいですよね、はい、メリストリップがもう一人の主人公にあたるミセス・ダロウェイのあだ名で呼ばれている女性編集者を演じてるんですよ、ええええ、でいつもメリル・ストリップってどんな役やってもメリル・ストリップでしかないの、はい、そうですね、そうですね、はい、でも最高で、はい、最高な女優ですね、うん、うん、それはそうなんかね、これ見ないと愛にあふれすぎてて決して報われないっていう女性の、うん、タイプの女性の美しさを彼女は一生かけて演じ続けるんでしょうね。そうですね、大女優ですからね、大女優です。わあ、いい作品聞きました、ありがとうございます、やった、見よういい話多いですね今日ね、今日は得しましたね僕ら。ちょっとあれじゃない、ここら辺で岩下さんが聞きたいことちょっと聞いた方がいいんじゃない、岩下さんが今日一言も喋ってない。岩下さんって今もうひろゆくんに偽装してますからね今。バレてる。ちょっとディレクターとして偽装しちゃって、あのちゃんと肩幅もぴったりひろゆくんに合うようにカメラ位置とか調整してましたからね、さっき、はい、見逃しませんよこっちは。あ、まあ、そうですね、はい、はい、でも岩下さんちょっと聞きたいです、なんかこのね、FM 軽井沢さんとしてというか、はい、ひろゆきの行き先未定として何か三浦さんに聞きたいこととか、こういう話も聞きたいですってのは、ね、三浦さんも含め高橋 P にもそうですけど、まあ一応ね、僕もものづくりの端くれではやっているんですが、はい、まあね、あのさっき若干の小学館の話とかもありましたけど、まあ、昨今こういろいろと原作者と脚本家の問題だとかっていうのがあったりとか、一応なんかこうどんなものでもものづくりってしてると多少でもこういろんな人が関わってこう自分の意思と違うものになっていく部分もあるじゃないですか、はい、でもその辺は別に気にならないというか、まあ、こういうもんだよね、テレビの業界でもそうだと思うんですけど、もの本も書いてもそうだと思うんですけど、お二人的にはどんな感じというか感想的にはありますかね。どうですかね、どちらかと多分三浦さんは原作者さん側になることが多い方だと思いますし、それをそういう作品を扱うのが高橋さんだと思うんですけど、やっぱおのおのでどういう目線になるんですかね。きつい話ですよこれ、なんとなく。私は、はい、あの孤独本を映画にしたいって言われたことがあって、そういう三浦さんを映画にしたいとか、はい、もちろんそのインディーズ的なことをやってらっしゃる方で、うん、そのそうですよね、いわゆる大きな映画館ではないイニシアター系の、はい、でもやっぱりその人好きなんだけど、やっぱ違う人になるだろうなと思うから。そうですよね、そこはやっぱりなかなかね、はい、ノーとも言いづらいけどイエスとは言えないだろうなと思いますね。まあ自分の作品ですものね、うん、逆にそういうふうに高橋さん原作本を扱いたいって言った場合って、そもそもあるんですか、高橋さんってそういう原作ものを扱う
番組作ったりとかっていうのは。まあ、あります。僕、文豪の植栽っていうドラマを昔監督脚本やったことあって、それは原作ありますね。え、まあ、その時はどうした、めっちゃ買いました、大丈夫ですか。うん、まあちょっと岩下さんが本当にビュー稼ぎに来たなっていう、本当に嫌な感じ。でもね、これは、はい、一応はテレビ局にいたからね、真面目なこと言うと、はい、あのね、やっぱり本当にね、結論から言うと何も言えなくて、俺の立場だと、うんうん、これはなぜかっていうと、やっぱ真相が分かんないから で、なんで真相が分かんないかっていうと、うん、これね、テレビ局だけじゃないんですけど、やっぱね、はい、言えないことってめちゃくちゃあるんですよ。で、俺やっぱ一個過去問の事例ですごい思ったのが、はい、なんかね、なんでも鑑定団もね、なんか MC を変えるとき、なんでも鑑定団って番組があって、ありましたね、島田紳助さん、はい。そうそうそう、で、MC が変わるときにね、すごい週刊誌沙汰になったんですよ。はあ。で、書かれてることがいっぱいあったんだけど、でも、はい、なんかやっぱりね、まあ、何でも勝てたの時だけじゃないんですけど、言えないことってめっちゃあるんですよ。で、言えないことをなんで言わないかっていうと、俺の経験値で言うと、大体弱者を守るためなんですよ。で、弱者って誰かっていうと、うん、テレビ局とか大企業に比べたらほぼ全員弱いんですよ。タレントさえ大企業から見ると守るべき対象になるんですよ。ってなった時に、はい、もう何も言ったら誰かを傷つけちゃうから、うん、で、こっちサイド言ったらこっち傷つくっていうのがあって、で、これが、なんだろう、保身とかじゃなくて本当に言えないことってあるんですよ、やっぱり。で、その状況で情報できてない中で、うん、俺やっぱ何も語れないんですよ。これすごい取材してね、それこそさ、文春さんとか新潮さんみたいにグッと中に入り込んで取材して、材料掴んだらやっぱ評論するけど、え、そうですね、今回の件に関してはすごい似た事例を過去テレビ局の中で見てきて、はい、で、何も発言しないっていう時はなんか守ってる場合が多くて、で、それがね、保身の場合もあるよ。保身の場合もあるけど、保身じゃない場合もあるから、まあ、だから分かんねえんだよなっていうのが、はい、本当に、あれだよね。まあ、結果人お亡くなりになってるのは本当に悲しいことだと思うんだけど、はい、正直、ファクトが足りないですね。論ずるにはと思いますけどね。そうですね。はい、そうそう、まあ、いろんな形態があるんでしょうね。この著作者、やっぱこれやっぱ著作者人関係の問題だと思いますよ。やっぱこう、作り手にとって、こう、ね、著作物っていうのは自分のこう脳みそを切り出して、出したもので、はい、これも自分の人格が乗り移っててっていう感覚って、これ作り手じゃないとわからないんですよ。で、これもう、はい、今ね、まあ、著作者人格権みたいな、見地からあんま議論されてないけど、やっぱもうこれ、うん、アメリカはそんなことないんだけど、ヨーロッパとかだと著作者人格権ってめちゃくちゃ強いんですよ。で、例えば、はい、日本だとこう、職務著作っつってこう、例えば僕がなんかの企画、家ついていいですか作っても、これはテレビ東京に著作者人格権があるんだけど、ヨーロッパとかそれはテレビ東京にすら渡せないぐらい強い権利なんですよね。やっぱ企画者のものだみたいな。みたいな大陸法という感じなんです、うん、それくらい強い権利なんですよ。やっぱ自分のこう、分身であるみたいな。それを傷つけられる感覚っていうのは、なんか作り手としては理解できるし、ただそれの交渉の過程で何があったかっていうのはつまみらかではないから、やっぱちょっとわかんないよなっていうのが正直なところですよ。だからこういう時にまあ文春とか新潮っていうのは本当にギュッとこう両方に取材して、まあこう批判するでもなく、ちゃんと書いてくれたらね、それはなんか存在意義が。あるんだろうなと思う。でも難しいでしょう。だってやっぱり週刊誌って一方に肩入れするから成り立ってるんですよ。もう一方の反応一切聞かないから書けるんですよ。だから気持ちいいのか。そうそう、だから気持ちいいし、だから面白く読めるし、はい、誰かの、まあ、結果売れるってね。で、はい、今回の件って本当高橋さんおっしゃる通りだったと私思うのは、やっぱり私もテレビの中の人間ではないけど、かなりいろんな、その、なんていうか、私、不祥事担当みたいなところがあったから。そういうことなの？どういうことですか？吉本の時も闇営業で委員になったし。ああ。で、やっぱりその、表でテラペラペラ喋る人間にはできない仕事があるんですよ。でもやっぱそれって変な話、なんでいろんな委員とかが、その、なんていうのかな、知性とか、はい、キャリアの長さとかだけで決められないかっていうのは、そういう人格的な部分って結構あって、例えばお亡くなりになった方がいらっしゃるときに、その人にとって反論不可能なことは一言も言っていけないっていうのありますよね。はい、そうですね、うん。だからやっぱテレビが悪者に、悪い部分は相当あると思いますよ。だけどテレビが完全な悪者になるんで済むならば、その方がいいんじゃないかっていう考え方もあるわけですよ、はい、でそれは人が亡くなる番組で人が亡くなったりする事例においては過去もあったことなので、
そうですね。でもそういうことだと思う。あの言わないといろいろ叩かれて、まあそれは甘んじて受けなきゃいけないのかもしれないんだけどね、やっぱり言えないことってあるし、それがなんで言えないかっていうと、保身じゃない場合も結構あるって、本当そこよ、うん、特に人が亡くなってる場合は、だから今回は本当わかんないです。です、ね、亡くなってる方との関係わかんないけど、亡くなってる場合ももちろん言えないし、はい、亡くなってなくても、やっぱり言えない、言えないあるよね。だから言えないから闇に葬っていいってわけじゃないんだけど、論図にはファクトが足りないね、だから。そうで、まあ、その外部、まあ、まあ、第三者じゃないですか、自分にしても、まあ、高橋さんにしてもそうですけど、で、そこで、まあ、揃ってない状況で、何かを言うっていうことは、誰かを傷つけることにつながりかねない状態っていうのは、あえてそこを言う話ではないのかなと。であれば、ちゃんと、まあ、出るかどうか分かんないですよ、出るかどうか分かんないですけど、今後、すべての情報っていうのが世にバンと並んだときに、改めて、じゃあこう考えましょうみたいな話にせざるを得ないだろうな、うん、特に今回に関しては安易に触れない方がいいだろうなっていうのはすごくよくわかります。難しいですよね。あれ、はい、どうぞ花岡さん、どうぞ。あ、花岡さん、どうぞ。あれ、高橋さん、テレビ局とかだと著作権って大まかには2つあるじゃないですか。なんか種類が、な、人格権と隣接権ってあるじゃないですか、うん、そこら辺の分類って、はい、分かれて契約とかになるんですか、それともなんか どういうふうな感じになってるのかなと思って。日本の場合は著作権は、はい、まあ、いわゆる著作権も著作者隣接権も著作者人格権も、あの職務著作っていう制度があって、まあ、これはテレビ局のものですよ。で、週刊誌で書いた場合は、はい、ライターさんのものじゃなくて文春の場合が多いですよ、企業の場合は。ただ、まあ、これの中の著作者人格権、これって経済的な利益ではなくて、もう気持ちのもん、ざっくりと気持ちの問題で、こう改変されたくないみたいな。まあ、昔あった事例で言うと、おふくろさんっていう歌を演歌歌手さんと作詞家で揉めて歌えなくなっちゃったみたいなんですけど、はい、ちょっと替え歌歌っちゃったらね、はい、もうここに気持ちがこもってるから、一文字たりとも変えないでくれと思う人もいるんですよ。で、これが著作者人格権っていうんですけど、これは、アメリカはそうでもないんだけど、ヨーロッパとかではやっぱり、どんな職務著作でも、実際書いた人から切り離せないっていう解釈もあって、ここの部分だけは特殊ですね、はい。まあでも他の経済的なものは全然別に職務著作的に会社に所属する場合も外国でも多いですよね。日本でももちろん多いですし。そうですね。今回はその著作者人格権っていう本当に そこの部分ですよね。著作とかメディアって身体の拡張でしょ、自分の考えの拡張でしょ、それを傷つけるってどういうことかなっていう、そこが議論になっているっていうことですよね。そうですね。なんか、僕、アニメのキャラクターコンテンツとコラボするんですけど、そこら辺だと結構、両方切り分けられて、まあ、数値的なもので表されたりとかして、契約することが多いんで、まあ、なんかテレビ局のドラマとかどうなのかなと思って、なんか。まあ、テレビの話で言ってしまうと、関係者が多すぎるので。ああ、なるほど。で、映画とかがより複雑ですよね。制作委員会制度を取っているがゆえに、じゃあ結局誰が持ってるんだっけみたいな話にもなって、はい、まあそれこそ昔の作品なんかはもう制作委員会が解散しちゃってるから、結局権利者誰だっけっていうのが分かんないから、そもそもリメイクもできないみたいな、そういった話もあるので、なかなかやっぱり一筋縄ではいかないですし、でかつ今回はその映画作品とかドラマじゃなくて、もう漫画原作の話も絡んでくるので、より一層本当簡単な事情じゃないと思うんですよね。まあ、自分も制作にちょっと片足突っ込んでるので見えますけど、うん、簡単に答えはこれですっていう話ではないんじゃないかなと。原作を改変しちゃいけないみたいに今風潮になってるけど、うん、まあ、そうでもないというか、はい、で言うとね、宮崎駿なんかぐっちゃぐちゃですよ、原作は、はい、それはそう、それはそうです。だから、原案っていう言い方もありますからね。そうで、まあ、だからやっぱそれ初期設定の問題なんですよね。どういう話し合いが行って、どういう契約が行われたか。はい、で、まあ、はい、契約で全て縛るっていう考え方もあるし、はい、やっぱりそこってやっぱ、クリエイティブの中でのこの話し合いって難しいから、やっぱ初期設定とか、信頼値の問題で、それがもう こじれたときに、そこで詳しくつまめらかに何があったかって、もう記録がないから、はい、分かんないんだよな、本当な、これは。はい。なので、まあ、これに関しては、より解明されたときに、改めていろんな話ができるんじゃないかなと。ただ多分ここにいる全員がそうなんですけども、特定の誰かが悪いっていうわけではないと思うんですよ。だからまだ分かっていない段階で、ここに見ている聞いている皆さんだけでも特定の人物を攻撃するとか、よりその苛烈なことを言ってしまうみたいなことだけは自重していただきたく、
温かい目で見守ってほしいなとは思ってます。一個でも皆さん、興味深いのは、うん、俺やっぱ興味深いなと思うんですけど、はい、って俺もヒゲさんが言ったみたいにさっきも言ったし思うんだけど、でも結局多分ね、これは歴史の闇の中に消えてって、でね、はい、世の中そんなことばっかなんだろうね。政治もそうだし、まあ、もう結局ね、真実闇掘りくじ、はい、返せなくて闇に消えてくる。例えばその夫婦関係の、はい、それこそ東で不倫問題もそうだよ。その結局ね、まあ、分かる真実なんて街で一部で、だから本能寺の変の説が100個とか200個あるわけで、うん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 、そう考えるとやっぱなんか切ないけど、そういうものなんだろうね、はい、一生多分分かんないんだよ、これも真実。そうです、あの本当そうよ、うん、ね、あの怒られるかもしれないですけど、全てのことが分かるわけはないので、絶対に、はい、なんかそれがね、ネットで全部が知ってしまうっていう勝手な全能感には皆さん浸らないようにしようっていうのは思いますね。そこにちょっとずつ近づこうとするのがね、まあ、メディアとか、はい、まあ、リハックもね、そういうメディア目指したいけど、まあ、はい、ちょっとずつちゃんと真実に迫るのがまあメディアの役割だから頑張るけど、うん、頑張ってほしいです。いや、もうやっぱり、記者が全能感持っちゃいかんでしょ。あ、それは本当そうです。クリエイターもそうだし、うん、その、はい、クリエイターの気持ちもそうだし、原作のに宿ってる魂もそうだし、それ、はい、交渉の過程もそうだし、例えば政治だったら、本当の本当に何が行われたかなんて、すごい高級紙の大手紙の、政局記事なんて、はい、ほとんど間違ってからね。あえて観測気球出したりするからね。あえてやっぱ観測気球出したりもするから、もう真実かどうかしら分かんない。なんで国葬に決まったかみたいな話もね、あれも、あの、実はすごい知る人は少ないし、いまだに私もこれが決定打だっていう証拠はないんですよね。そのぐらい、はい、あの時は文章もいろいろ書いたんですよ。麻生さんがね、岸、うん、田さんにやれって言ったとかね、もっともらしく書いたんですよ。はい、あれ嘘ですからね。ああ、やっぱそうですよね。だから、本当に見る信じすぎなの、はい。新聞もね、政局記事は結構間違ってる。うん、ああ。ひどい。これはあの是正はできないもんなんですかね。やっぱりこう匿名性で記者が匿名で書くから、うん、その追及もされないし、まあ、大企業新聞社っていう大企業 に守られてるからどんどん全能感が増していくんですかね。なんかそれもあるけど、本当に真摯で書いてる部分もあると思うんですよ、はい、だってあいつがこう言ってたからっていう世界の噂ですから。まあ、でもその、まあ、週刊誌だったら分かるんですよ。なんか新聞社までそんな状態っていうのはちょっと程度が、うん、そんな本です。で結構勉強会やってるけど、はい、本当のコア中のコアのね話しても、うん、やっぱり各社で意見違うし、聞いてきた話も違うし、はい、食い込んでる人だってそうだから。なるほど、うん、まあそうするとまあそうですね、なる、まあ、じゃあ読者の結構見識というか意識が本当問われてしまいますね。だからほとんどね、分かんないってことですよ。そうですね。分かんないんだと思えばいいんですよ。はい。ですよね。だからこ、なんか最近怖いのが、だからネットで真実みたいなことで、こうね、もうドスンとハマっちゃう人がいるんで、まあ、それの一端をちょっと担った2チャンネルっていうのも管理人がちょっとうちのレギュラーにいるので、本当申し訳ないんですけども。だから俺、本当に。ひろゆきさんのね、一、はい、個嫌いじゃないとこは、はい、2チャンネルの設定は、やっぱ便所の落書きだってちゃんと設定したとこですよ。だから便所の落書き、自覚があるっていう、ひろゆきさんの中にやっぱそういう意識がある、ように感じるんですよね。あ、はい、で、あります。はい。そう、で、便所の落書きってやっぱ大事で、昔ってやっぱその権力者に対して、うん、まあこう、ね、抑圧された不満とかって便所の落書きに書くようなものだったんですよ。で、それはそれで、はい、でもデマか真実かも分かんないし、でも一末の真実があるかもしれないみたいな、そういう設定は結構俺誠実だと思うんですよね。いや、はい、うちのね、メディアは真実しか流しませんっていうよりは、俺は便所の落書きです、うちはって言ってる方が、まだね、はい、信頼、あれ、ひろゆきさん、便所の落書き言ってたっけ、うん、俺、勝手にそう思い込んでるだけかな。言ってたの。じゃあ自分自身で、あの、そんなものだっていうのもありますし、あの、それこそ、あの、SNS って割と善意で拡散するじゃないですか。なんか、本当はそうじゃないけど、良かれと思って正義感を持って、
こう拡散する人っていうのが非常に多い中で、片や2チャンネルって割ともうなんかデマ上等で皆さんを釣るために嘘を書くっていうことも当たり前の世界観で、その文化圏、違う文化圏でどっちの方が本当にシリアスな時に居心地いいかというと2ちゃんの方が居心地よかったりするんですよ。あの話を 100% 受け取らなくていいんで、逆に SNS の投稿はなんかその人自身は 100% の善意で来ちゃうもんだから、それを正面から受け止めなきゃいけない分ちょっとしんどいなっていう部分はある気がします。 SNS もさ、俺最近、うん、なんかこうみんなさ、X、はい、さ、なんか最近 X の治安が悪いって言うじゃん、うん、はい、俺それはそれ言ってる人のアルゴリズムが悪いんだと思うよ。俺、はい、俺なんか足立区の人とかさ、帯広の単身赴任の人とかあえてこうフォローするようにしてんだけど、うん、全然平和だもん。その人の見てるアルゴリズムが悪いだけで、そうですね、まあ、あのアルゴリズムがちょっと良くないっていうかね、まあ、割と、あ、でもおっしゃる通りで、一応、まあ、公表されてないですけど、結局視聴時間とかどの人の、文章をどれぐらい開いて見てるかっていうのは多分フィルタリングの中で、カウントされていて、割とおすすめにちょっとでもなんかあの気になっちゃったから続きを読むみたいな長文とか読んじゃうと、その話題ばっかりがどんどんおすすめ欄に押されて出てくるっていうのはあるみたいですよ。三浦さんの X のあれですか、タイムラインはなんか荒れてますか？あ、気になりますね。気づかないので、よくその友達が心配して、うん、なんかるいちゃん変なのに絡まれてるよみたいな、ちょっと有名な人とかに、あら、私見えないんですよそういうの。おー、気づかないうちに結構ミュートとかしてるんだと思うんだけど、結構サクサクミュートするから、綺麗にするために自分のタイムラインとか、あの本当にそれこそトイレの落書きの話あったけど、トイレの落書きが書かれてないのが私の、もうすでに清掃が済んでるわけですね。清掃が済んでるし、定期的に清掃もするから、はいはいはい、だからなんか本当に絡まれても気づかないっていうか、うんうん、でも正しい使い方だと思いますけどね。あの、わざわざ嫌なものをね、自分の中に入れる必要はないわけで、あのね、見てる皆さんも SNS と特に X 使う場合は、あの興味ないっていう選択肢がちゃんと選べるようになってるので、ミュートするなりブロックするなり興味ないっていうので、その関連のどんどん下げるっていうのはいいと思いますし、あとはまあおすすめ使わずにフォローしてる方々のタイムラインだけ見るっていう方を活用した方が割となんか質はいいかもしれないですね。なんかやっぱり X のおすすめって、はい、なんか時間を食われそうなものが多いですよね。多いです。もうやっぱそれは、まあ、どこのプラットフォームも一緒なんですけども、やっぱ滞在時間はめちゃめちゃやっぱ評価されるので、やっぱりさ、知らなかった話いっぱいあるでしょ。あります。え、何？知らなくてよかった、はい、よかった話とか、知らなくてなんかさ話題になってるみたいな、例えば最近だとなんだろう、そう、分かった、あの、うん、寿司のさ、寿司押田さん、あの殴りかかってるような、分かったんだけど、皆さん、それは違うよ。あれは知ったら人生を豊穣にするすごいいい話じゃないあれ。え、心痛むなんか嫌な話じゃない？でも、いや、でも私思ったのはなんか、あ、私の行く寿司はなんか時計とか並べてなくてワインとかも置いてなくてよかったと思って、もうじゃ置いてあるけど、どっちも嫌だと思って。なんか。ちょっとね、あの、あれ、いろんな迷惑こむった人もいるだろうから、そういう人の気持ちを考えなきゃいけないんだけど、はい、ちょっとあえて考えずに言うと、あれ、作り手としてはさ、はい、あの写真の構図が最高っていうかさ、あんな有名に撮る写真ある？なんかいろんな、さすがだと思った。いや、あの構図、本当にうまいんですよね。なんだろう。たぶん、動画ですかね。寿司の問題ってさ、寿司の問題ってわかると思うけど、はい、あれをさ、撮るにはさ、はい、その嫌な客とかね、はい、いろいろあると思います。酔っ払ってるとかね、いろんな、うん、あれ撮れないでしょ普通。いや無理っすよあれ。あれ多分高橋さん動画ですよね多分元。あれはちょっと連写だと思うんですよ僕は。あ、連写モードか。だからもうあれよ、橋本環奈の奇跡の一枚と一緒よ。だからすごい連写してる。まあちょっとね、あの大将はご迷惑こむだって気持ちするだろうから、ね、俺ちょっと知り合いじゃないからあんまいじっちゃいけないけど、ええ、だまあいろいろ考えさせられる動画ではあ
たよね。動画っていうか写真ではありましたよね。あれ三浦さん的にはもういらないか、人生にあれは。いらないし、やっぱりああいう客が来ないように、うん、私は本当に自分の行きつけの寿司屋のパトロールを要はさ、その客層って寿司屋にとって致命的に大事なのよ。はい。でしょ、思うでしょ、皆さんも。カウンターで、ね、カウンターで同じ時間を共有しますからね。はい。はい、そう。だからさ、その、うちの大将、本当によくできてるなと思って。そういう、一切来ない。ああ、素晴らしい、ね。さ、来る時もあるけど、でも、そういう感じじゃないな。うんうんうん。ちなみに、これどこの寿司屋ですか、それ。どこの私の言うわけないじゃん。そりゃそうですよ。守っ大将が守ってるんですか、今、大事に変な客が、僕らみたいな変な客が来ないように。治安悪くなっちゃうから。そうそうそう。高橋さんだけこっそり連れてってもいいけど、でも、絶対にバラしちゃダメだよ。全然そう、俺の守れる男。いいな。ワンちゃん僕もよかったら誘ってください、すいません。はい、ありがとうございます。そうです、ちょっとだけじゃあちょっと軽井沢の話もしたいっていうコメントも来てたので、少しだけちょっとまあそんなあの紹介してもいいっていう前提で、あのなんかいい素敵な軽井沢でいいお店ありましたよみたいな話って皆さんございますかね。私はもう基本自炊しかしないので、はいはい、でだからなんかあんまり何も行かないんですよ。つまりレストランとかはないので。ああ、なるほど。だけど、そうそう、はい、カーボイステーキハウスは本当に泊まりなら行きたいなっていうか、まあたそこ、それこそ大将のね、キャラの良さともいいね。おそう。前はなんか乗馬の後行ってたから、私も乗馬ブーツのまま行ったりして。これ逆に。僕もすみません、伺ったことがなくですね、あの花岡さんとか岩下さん、うんうんってうなずいてましたけども、美味しいですよ。お、そうなんですね。なんかどこら辺にあるとか、なんかそういう細かい情報を聞いても、あ、の星野のあの春にレテラスの前ですね。あ、そうなんですね。はい、千ヶ岳エリアっていうところですね。はいはいはい、見たらすぐわかります、ステーキ屋さん。外に馬が出てる、はい、馬の大きい像があったりとか、はい、あのハルニアテラスじゃなくて、その道路を隔てた一本隣にある、あ、はい、あれ気になりました。あそこうまいんですか、やっぱり。美味しいです。ニンニクス俺だけ得してるし、ポパイのサラダも美味しいし、はい、最後のピーチのコンポートとか、あらデザートまで、うん、すごい。結構もう歴史のあるお店ですよね、あのお店の感じ見る限り、うんうん、結構昔からありますよね。ありますね。何十年も前から見てるからな。わあ。小学生の時あった気がしますよ。だってもう。え、戦前ってことですか、うん、じゃあ。え、そうですね。そんなわけないでしょ。ありがとうありがとう。じじじじじじゃ。僕より年下なのにごめんなさい本当。白髪がすごいからね僕ね。いやいや。ということで改めて、ハルニエテラスの近くにある軽井沢の、ザ・カウボーイハウスさんというお店でございます。はい、今のお話聞いて、ぜひ皆さんも、まあ、あんまりね、混みすぎると僕が行けなくなっちゃって、いい感じで皆さん使っていただけると嬉しいですと。はい。そしてもう一つ、あの、食材買いに行くという話であると、今コメントにありますけども、やっぱ鶴屋さんとか行かれるんですか？あ、行きます。それはやっぱり、あの、はい、あそこはやっぱ魚介類が、あの、日本海と太平洋と両方から上がってくるので、はい、うんうんうん、すごくいいですよね。あのやっぱり私の住んでる東京のところって、はい、切り身の魚しか売ってないことが多くて、はいはい、丸魚を買うっていうのはやっぱりすごい、買い出してから東京に持って帰ったりもするし、富山湾で上がった魚があるのがやっぱり長野のねいいとこですよね。すごいですよね、鶴屋さんのその企業努力というか、もともとお魚屋さんなんですよ、鶴屋さんは。お、さすが花岡さん。ほうほう。昔はお魚屋さん、ま、あ、そう、お魚屋さんで、お魚屋さんがスーパーになってったんで、それで長野県って海のお魚食べれなかったんで、そこを強みにしてってやったら、あんな感じのブランディングされてったっていう、鶴屋さんですね。
ごい美味しいですし、であとやっぱりお肉はあそこのあの中軽の信号のそばの佐藤肉店ですね。佐藤肉店。はい、佐藤肉店。佐藤肉店さん。あのこのくらいの塊とか売ってますよ。そこだとなんかおすすめのなんかそれはあの惣菜とかではなくてお肉そのものをお買い上げになるんですか？うん、軽井沢に旅行とかでそのか借りたコテージとかに行く方は、はい、バーベキュー用に味付けのお肉のパックとか買うといいと思います。おお、あ、なるほど。ホルモンとかもあるし、ええー、なんか私はミノが好きで、うん、なんか味噌っぽいタレに入ってたりとか。今公式サイト見ておりますが全部美味しそう。確かに綺麗なお肉ですね。はい、あの冬は豚のこのぐらいの塊を砂糖と塩で3日間ぐらい寝かしてポテっていうのを作るんですけど、はい、そういう塊肉ってやっぱさすがに鶴屋さんで売ってないので砂糖にありますね。なるほど。結構そうするとじゃあご家庭で調理をされているので、なんか調理器具とかも聞いてみていいですか？なんかお使いでおすすめの調理器具とかあります？なんかホットクックさんとかなんかあるじゃないですか。あらゆるものがあるんですけど、私は、はい、鍋は雪平を3個と、はい、アルミのね、え、はいはい、火が通りやすいですよね、はい、片手の雪平を大小小持ってて、はい、であとは同じくアルミのこういうちょっと寸胴の少し中ぐらいの深さの両手付きの木豚のやつを持ってて、これで和食はほとんど作って、すごっ、はい、フライパンはあの星野温泉のところにあるハルニエデテラスのセルコさんで売ってるんですけど、はい、鋳物の蓋付きフライパンを、大中小と思ってて、めちゃめちゃもしかして料理に強いこだわりがあったりされます？こだわりっていうよりも料理、はい、料理しますね。いや、あの職人さんみたいなラインナップだなっていうのがもっと思っていてわ、すごい。あとはあれですよね、カレザーといえば煮込みとかが美味しいから、はい、ストーブっていうねブランドの、あ、ダッチオーブン的な、けどそのストーブっていうのはもっと分厚いかな、なんか、はい、あれも楕円丸の大中小、うん、そんなに使うんすね。うん、ごめんなさい、なんか俺がアホみたいな子になってますけどすいません。ヒグさんってそんな料理興味あるんですか？俺料だ、食うの見てわかるでしょ、食うの大好きだから俺。いや、食うのは好き、俺も。はい。もう料理はやっぱするんだと思って。あ、します、します。まあ僕はでもどちらかというとガジェット好きもあるので、今最近の電子調理器みたいなものとかも活用しつつなので、だから、本なも結構真逆な感じなので、今聞いて、うわ、かっこいいって思って。逆に僕できないですもん。多分鍋とかする。直火派と、直火派とガジェットみたいなね。そうです。あ、今すごくうわそんなラインナップを持ってるのがまずかっこいいっていうのがあって、多分包丁とかもめっちゃこだわってるんじゃないですか、三浦さん。そうなると、いや、でも包丁あんな高くてもしょうがないから、堺で、はい、堺で そこそこのものを買って帰っていいんですね。聞き方が違いますね。何本持ってます包丁？いや、でも包丁は6本ぐらい、はい、おい6本って言いました今。うん、6本ぐらい。あ、だって普通のご家庭1本しかないですよ。はい。まあ、多くても1本はないでしょ。1本ってことはないだろう、普通に。でも、万能。柳葉、はい、三徳、ペティ。柳葉、はい。あ、そうか、お魚さば、そうか、お魚まるっと買いますもんね。だから、魚さばかれるってことですもんね。あー、高橋さんち何本あります？だって。うちは、ほら、よくないけど、うん、あの、うん、妻が料理してくれるから、まあ、妻は何本か持ってますよ、やっぱり。まあ、やるべきだと思ってますよ。はい。自己防衛的なコメントでも。クリティカルコストネス的にはね、思ってますけど。いいですよ。でも料理楽しいですよ、高橋さん。料理、俺、でもほら、麻婆豆腐だけはすごい作るから。今度、ヒゲさんにも食べさせてあげる。そう。
食べたい食べたい。でもちなみにこの並びの中で一番男子で料理してるのは旅館で食事をちゃんと作っている花岡さんですからね。花岡さんの旅館のオーナーだけではなくて、あのその夕食とか朝食も全部お作りになってお客さんに出すんですよ。すごい。ガレットとか超美味しいんです。大した本当なんです。本当に広げて広げて花岡さん広げて広げて広げて美味しいって、いやいや料理自慢っていうか、まあ、普通じゃないですか。いやさんお金もらってるわけですよ。どんな感じだったんですかね。売りは何ですか、売りの一皿は。あ、でうちはそばですね、やっぱり。はい、だ夕食の場合だと何そばが出るんでしたっけ、花岡さん。あのの10割、小室さんのそば粉を使った10割のおそばを出してますね。はい、でそれを一回こう締めたおそばをお鍋で温めたお出汁の中に一回くぐらせてからあの提供していただくっていう料理になっていて、 あれ何でしたっけ料理名。鬼かけっていう食べ方があるんですよ、うんうん、あの長野県って。あの、うんうんうん、鬼かけだから煮かけって言って、かけうどんとかけそばを煮るっていうふうに書くんですけど、あ、なるほど。でうちの場合は鍋にあのそばつゆをあの作り、かけそばのそばつゆを作って、まあ、それ根菜類入れて煮るんですけど、それあのと当時そばっていうのがあるんですけど、かごですね、かごにおそばを入れて、うん、それで、お鍋で温めてですね食べるっていう食べ方をしますね。あの、うんうん、なんだろうな、結局かけそばだとおそば伸びちゃうじゃないですか。そうですね。伸びずにおそばのその美味しさ歯切れも残しつつ温かいおそばを食べれるようにっていうことで、今そういう感じのお料理出してますからね。はい、ありがとうございます。なのでねちょっと気になった方はですね、あの小諸の時和館という、旅館の料理の話でございましたので、気になる方はあの何して花岡さん、ね、ノーギャラで出てもらってますからねこの番組に。、はい、ここでちょっと還元しとかないとって。この番組、はい、いまいちね2回目か3回目だから、はい、座組が分かってないけど、なんのこれ誰が何のためにこの番組やってるんですか。誰がスポンサーで、誰が何言うFM 軽井沢に来てください。はい、そう、あの僕もあの結構手こ入れしてほしいっていうふうにひろゆきくん経由で相談を受けて乗ってるだけなので、岩下さん説明を。え、ちょっと待って。はい、時和館。あ、時和館。はい、知らんじゃん。そうです。はい、え、やだ、私行ったことありますよ。ああ、ありがとうございます。登山電車ですよね。止まってないけど立ち寄りで、はい、それ花岡さん気づいてたんですか。それ気づいて なかった。気づいてないです。結構有名な方来てるんですけど気づいてないことが多いですね。はい、まあね、まあ、気づいてもね気づいてませんって言ってこうやずられるのがやっぱあれじゃないですか。一流のホテルマンじゃないですか。ご飯食べたんですかそこで。いや、ご飯食べない。7、8回温泉だけ行きました。あ、温泉なんだ。あの登山電車で行くお風呂ですね。うん、はい、でこう逸話で言うと、あのソフトバンクの孫さんもおられた時に、うん、ソフトバンクの電波が入らないっていうのがありまして、うん、奥さんが入らないって言ってたんで、こっちがすみません、そうなんです、入らないんですよねって言ったら、次の日営業所の方が電話かかってきまして、そういうふうに電波塔が立つっていうことがありましたね。すごい役に立ってる。全くソフトバンク入らなかったのにめちゃめちゃ一番強くなりましたから、ね、そういうことありましたね。さすがだ。そんなに有名な方なんですか。ルリさんが7回ぐらい行くぐらい有名ですよ。はい、いやだからリンゴ園に行くんだったらそれこそこった方がいいよねっていう。へえ。だからアイスボックス積んでって魚悪くならないようにして帰り行くとか。うん、だからこっち方面、私ほら上田の方にあのなんとか植物、ちょっとここの地の植物っていう、はい、植物で有名な荻原植物園っていうのがあるんですよ。はい、でそこでだいたい苗買ってるので。あ、その帰りに、皆さん植物集めてるってことですか。詰めてるっていうか、なんかギボウシとかいろんな種類をこれまで様々買ってきたし、
一人でなんかこうバーッと海沿いにずっとアジサイを植えて、アナベルって白いね寒冷地に、だからまあそうなんだ、じゃあまた行こう。あ、ぜひぜひ。知らないで話してたのすごいですね。もっと時間館じゃなくて菱野温泉って言われたらええー、っていう。そうですね、あの石野温泉っていうのが薬師館と時和館の2つがあるんですけど、両方とも花岡さんのところが経営されている、うん、はい、え、そんなやり手経営者だったんですか、うん、やり手かどうか分かんない。これはなかなかね、表で言いづらい話がちょっとあるんですけど、まあまあ、あの歴史のある、はい、歴史のある旅館なので、へえ、はい、遊び行きたくなってきて、そんないい風呂ならいいって俺も、いや、お風呂そうですよ、リニューアルするんですよ今度。どんな感じに、はい、露天風呂のところが多分インフィニティになるのかな、ちょっと設計を上げてる状態なんですけど。インフィニティ海ないじゃん、海ないじゃん、どういうことですか、海ないですけど、空に向かってなんですよ。あ、海じゃなくて空なんだ、インフィニティが。そうです、なんでしょうね、山の斜面のところにこう、はい、清水寺みたいに立ってるんですよ。天空の湯みたいな感じなんですね。露天風呂がインフィニティになって、あと整えスペースもちょっと作る感じで、ちょっとそこは僕が押してあれしたんですけど、いや、なんかっていう感じの、いいな、なんか、うん、いいですよ。あとサウナめちゃくちゃいいですよ、花岡さんのところ。はい。そう、いや、そんな誘ってくださいよ、ちょっとこんな番組ばっかり呼ばない。本当に。でもなんかね、岩下さん、それこそヘブン軽井沢さんで、その軽井沢に集まって何かしましょうみたいな話っていうのが本当に、あの浮いては消え浮いては消えしてるんで、そろそろ本当にやりたいです。ね。いいね。はい。ね、その時はぜひぜひ三浦さんもぜひご一緒いただけたら、ね、軽井沢でみんなで美味しいもの食べましょうみたいな。うん、楽しく食べましょう。もう行きたい。はい。うん、まあ問題だからフランスのあいつっすよ、だから問題は。呼ばなくていいっすか、あの人来たらミルルイさん来ないよ。あ、そうか。じゃあもういらないいらないいらない。だってさ、はい、なんか美味しいもん食べさせてもあんま価値わかんなさそうだなんか、はい、持ってくださいお願いします。はい、確かに尊敬しかないですもん、よく我慢してさ、はい、うん、あんな傍若無人なやつをね。そうですよ、本当に、ね、彼焼肉行くと最悪で、本当に出た焼肉をチュッチュッて焼いたらすぐ口入れて、もう次の肉に手出してるんで、多分彼はなんか認識してないですよ、うまい肉っていうのを。多分タンパク質を摂取してるだけ、彼は。はい。だからもったいないですよ、本当に。揺れるでしょ、揺れるでしょ、ずっと。はい。まあ、こうやってね。満身になるからやめてほしいんだよね。それはね。満身になるからね。まあでも、フォローすると、何でも美味しそうに食べてる気がしますけどね。ヒロキさんは、くら寿司とかでもね、すごい、くら寿司もちろん俺も大好き、美味しいんだけど、くら寿司と、はい、高い寿司屋でも思ったことをちゃんと言いますからね、うん、美味しいものは美味しいし、嫌いなものは嫌い、うん、そこはいいんだけど、はい、いや、ちょっと待ってください、高橋さん、違いますよ、だから、ひろゆきくんを叩く回なんですか、今回は。何を用語とフォロー回るんですか。最後10分ぐらい僕と三浦さんを置いてきぼりにするんですか。はい、そうね、最後10分ぐらいで、ね、うん、みんなでひろゆきさんの悪口言って終わりましょうよ。そうですね、時間的にはそういうつもりでいったんだ。でもみんな思ってたでしょ、あれ乱心になるなんて。いやー、まあ僕あのめんどくさいから彼のこと見ないようにしてます、だから、あの、はい、テクニック的には目合わせないで喋ってるっす、はい。高橋さん結構でもね、番組で起用しても結構めんどくさいじゃないですか。僕だって自分番組作る時、彼あれですもん、あの遅刻してもいいように一切台本にセリフとか入れないですもん。うん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 、そうね、俺も、うん、本当にチコ、これで悪口いいよ、俺も一個あるよ。あ、来た。本当にね、いや、うんうん、リハックスか、リハックスで、はい、あの、石破茂さんがこの間来てくれたんですけど、あ、ひろゆきさん、はい、30分遅刻してきて、この間、石破さんが、俺は何時になったら帰るぞってすごい怒ってて、それはまた、めちゃくちゃ、で、しかも、連絡をひろゆきさんが来たら、はいはい、いや、はい、あと10分ですか言えるけど、つかないんだよ、連絡が。
だから、1つ30分過ぎちゃったら、もう、想像してください、あの石破さんの顔がムスッとする。いや、怖い。てか、よく、すげえな、あいつ、ほんと。ちょうど政局があった時だったから、そこになんか共同通信とか NHK の記者もいる中で、はい、しんとしても、俺も30分間、こんなこと石破さんに謝って、石破さんもいい人だから、いい人だから、はい、最後は笑って収録付き合ってくれたんだけど、ええ、あの岩みたいな顔で見つめられる俺の立場になってほしいんだよな、本当に。不可能だよ、あの30分、本当に。あ、いい話、あのその話、続き、僕知ってるんですけど、聞きます、うん、あのその収録の後が、うちのちょっと企画の出演だったんですよ。で、1時間ぐらい遅れてきたんですけど、まあ、実はこういう話があってさって言った時に、誰も怒ってなかったよって言ってました。ふざけんなよマジで、はい、全然相手の人も普通に、あ、普通に話したら笑ってるから、だから全然遅刻しても大丈夫だったよっていうことを言ってました。何なんすか、垂れ込みます、はい。そういうとこあんで、まあ、そう、ちょっといや、これがね、テレビ局だったら、これ俺テレ東にいたのね、はい、テレ東っていうメディアだから、はい、まあ、遅刻しようと次あるかもしれないけど、俺単なる個人 YouTuber みたいなもんなんだから、自分の責任、すべての責任が高橋さんに行きますからね。はい。まあ、そう言いながら、うちの方1時間遅れてるんで、結果的に押して押して。まあ、でもね、なんか、すいませんって言って、まあ、いいとこもあるから、憎みきれないんだよね。ムカつくけどね。まあ、まあね。まあ、でも、いや、ダメです。フォローはしません。許しません、僕は。はい。嘘だよ、あれ。もういつか、いつか、だから僕は、ごめんなさい、本当こういう話、最初になっちゃうんですね。僕、文春に垂れ込みますから、最後は。彼のこと。はい。関係者、ダンじゃなくて、ヒゲ親父、ダンで、もう行きたいと思います、その時は。なるほど。はい。そうね。いいところって何ですか、いいところ。あ、高橋さん。でも、なんか、裏、あの、世間が、ひろゆきさん、天才とかっていうのは違うと思うんですよね。あの結構本当に分かってないことは分かってないし、あの普通の人からやっぱ知識すごいけど、分かってないとか分かってないんだけど、ただ言えんのね、素直だっていうのは言えると思う。なんかあの多分本当にムカついたり疑問に思ってたり、嘘ついてんなこいつと思ったら突っ込んだりしてるんですよ。でその言い方は本当に工夫がないから炎上したり言うんだけど、だちょっと小学生的ななんていうの、乱暴なんだけど、あんま嘘とかつくようなタイプの人じゃないかなっていうのは。うん、いいかな。トンガナは本当にちょっと改めた方がいいぞって思うとかあるんだけど、はい。まあなんだろう、俺から見たら単なる道具だからね、彼も一つの。まあ、ね、演者ですからね。そうそうそう、あれなんだけど、まあそこはね、うん、あのちょっと本当に表で言えないのは深い話もしたことあるんだけど、はい、あの、なんだろう、そこの、なんかあんま狡猾さとか嘘はないよね、多分。うん、そうですよね。担当のだけでね。ちょっとあと、はい。うん、たまにやっぱ小学生ですよね、ヒゲさんの。俺やっぱ小6っていうのがすごい合う気がするんだよね。めちゃめちゃ、な、僕がもし例え話で出すんだったら、あの、王様は裸だって言ったの童話のあの子は多分ひろゆきくんだと思ってます。はい。だ、多分そこになんか忖度とかはなく、ただ単に事実を口から漏れ出てるっていう。うん。うん、あれ、あんまりピンとこない？いいよ。ただね、皆さんがひろゆきを知ろうとしているということに、はい、あの今の世相の面白さを感じますね。だからひろゆきさん、うん、ひろゆきさん反対としては面白い人物でしょ。はい。ね、人間としても付き合ってみたら、うん、彼にもいろんないいとことかがあるわけで、いいとこ悪いとこあるのが人間じゃないですか。はい、ただちょっとヤフーニュースをひろゆきがほぼ席巻するっていう状況は、はい、何かを世間がね、うん、あのひろゆきというツールを必要としすぎてるってことですよね。これね、俺、ゆりさん、それちょっと最後ね、真面目な話すると、興味深いのは、あのやっぱひろゆきさんってヤフーニュースになるときって、論破した論破されたの文脈じゃないですか。うん、で、例えばね、日経テレトークもそうだし、リハックスもそうなんですけど、喧嘩になってね、論破してることとか、論破されたことって、5回に1回ぐらいなんですよ。で、やっぱりその5回に1回が取り上げられてニュースになって、まあ、それがニーズとしてあって、まあ、バズるんですよね。で、これはやっぱり悲しいですよね。それ以外の5回に4回は、多分すごい建設的な議論が行われてることのが俺は多く
思えるんですよ。ただそこはならずに、やっぱそのそういうとこだけがニュースになって、でまた世間が抱くイメージ像って多分やっぱコンテンツ見てないで、やっぱそのニュースだけ見てる人が多いと思うから、それで世論が片付けられていくっていうのが、昔って言論の世界だったら朝生と、まあ、田原さんの朝の番組ぐらいだったかもしれないけど、まあ、いっぱいあるから全部見ないじゃないですか、やっぱ。だから、まあ、切り取りニュースで世論が作られていくっていうのはもったいないとは思っちゃう。ひろゆきさんを、なんか俺朝日新聞で一回なんかちゃんと話したことあるんですけど、ひろゆきさんを評論する人で、ひろゆきさんのコンテンツを、まあ、全部とりあえず8割見た人どれくらいいるんだろうと思っちゃうんですよね。翻って、まあ、昭和とか平成に、じゃ丸山正雄を語ると言ったら、丸山正雄の著作って全部読むことが可能だったわけですよ。ただ、はいはい、今溢れすぎてて全部見た上で語るってことができないから、真相が描きづらくて、自分が思うように世界描きやすい世界だよなと思うんですけど、皆さんどう思います？あ、でも正しいと思う。そりゃそうだけど、じゃあ丸山正雄の私生活知ってんのかって話も出てくるでしょう。なんか人間はやっぱ全部は知ってもらえないし、それはやっぱり表に出るような配信とか放送とかしてるね、我々みたいな人間がそれを言ってもしょうがないとこがあると思うんですよ。ただ良質なコンテンツを出してれば、マスには届かなくてもコアファンっていうのは育てられるし、高橋さんそれに十分成功しておられるから、私はそれでいいと思うんですね。ただひろゆきを必要とする今の世相が、その論破した されたみたいなことしか求めてない、それに彼が消費されているってこと自体、まあ、先が見えてくるでしょうね。で、その見えてくるっていうのは、別にひろゆきという人本人の人格とかとは何の関係もなくて、消費され方に限界があるっていうことなので、はい、それはまあいわゆるメディアのね、いつもの風景ですよね。そうですよね。これは正直、はい、ここから先はね、作り手の志の問題で、まあ、私生活うんぬんで言うと、俺、ひろゆきに関しても、はい、丸山さんに関しても、私生活を知る必要はないと思うんですよね。その、言論なら言論の側面だけ見ればいいと思うんですけど、でそこから先は作り手のやっぱ志の問題で、はい、まあ、そうやってこう、論破の面でしかこうバズらない。基本的には論破の面がバズったり、その、喧嘩がバズる。で、俺は結構いいと思ってるんですよ。いいと思ってて、そこから、まあ、2割、1割が、隣のコンテンツに接するのが大事だとは思うんですよね。で、そこで、まあ、何かを学んでもらったりするような入り口にしようって意思があるかないかで、結構、ひろゆきさんの消費の仕方っていうのは違う。ひろゆきさんの消費の仕方っていうのは失礼だけど、ね。高橋さんのひろゆきさんの消費の仕方はとてもいい消費の仕方だと思いますよ。うん、そのひろゆきさんっていうも人をそのプロデュースする上でもね、それを使ってみんなにいろんな知識を広めていくっていう意味でも、ただその何が言いたいかっていうと、手と手首この一点で、はい、その男性的役割なんですよ。俺を納得してみせろっていうね、これはもうちょっとね、正直ね、乗る人と乗らない人といて、乗る人はひろゆきの知名度に乗っかって、自分もバズりたくて、自分も知名度上げたくて、だからひろゆきを論破してみせたとかいう話題になりたい人が出るわけですよ。はい、ね、でもそれって、まあ、ひろゆきを利用しようとしてるぐらいだから、ひろゆきほど有名でもないし、はい、いう話でしょ。で、こっちからするとさ、ひろゆきに、俺を納得させてみせろよとかって、言われても、はぁっていう。そうそうそう、そうなんですよ。で、女性のね、パーソナリティとか、はい、女性のアナウンサーってこれやってないでしょ。女性の司会者が今まで、私を納得させてみせなさいよなんて言った人いないじゃない。はいはいはい、小柳ルミ子さんみたいな大物です、小柳さん、黒柳徹子さんみたいな大物でさえ聞くわけでしょ、はい、そうですよね。だからもうね、ちょっとそういう男性的なね、俺を納得してみせろよみたいなコンテンツはちょっとね、もう縮小してんですよね、私はね。ああ、もうおっしゃる通りで、うん、あの、で逆に僕の目線で言うと、あの、彼のブランドが今高すぎるっていうのがあって、なんかさもロンパ王みたいなブランドもつきましたけど、そんな人間じゃないんで彼は。だ今メディアがこうもてはやすような、だって2チャンネルの管理人ですよ、もう40代の目線で言えば。あんなね、場所を便所の落書きっていうところに君臨していたネットの日陰者がこのテレビとか出ちゃダメなんですよ。だからもっと皆さんネガキャンしてひろゆきくんのブランドを下げてください、本当に。じゃないと、あのね、高橋さんもね、悪いよ、正直。正直言うけど、使うから。これは、
ヒゲさんのボイスとかって、ひろゆきさんを上げてる人って周りの人じゃないんで、俺も常々言ってんだけど、あの人本当にウィキペディア見ながら喋ってる引きこもりおじさんだからね、本当に。そうそうそう。俺もずっと安田の足引っ張ることだけしてるんですからね。うん、だけど、まあほら、まあ俺らも魅力を引き出すのがうまいから、ひろゆきさんとかすごい人みたいになっちゃうし、東出さん扱うといい人みたいになっちゃうんだけど、東出さんも単なるエロいおじさんだからさ。おじさん言っちゃったよ。そうなんすよ。そうなんだよ。ちょっとプロデュースしたらよく見えちゃうんだけど、でもそれは単なる。だね、いや、だ不良の理論と一緒で、なんかたまにいいとこ見せるから好感度上がりやすいんですよ。ただちょっと嫌なやつなのはずなのに。周りのほら記事書いてくれる人がさ、まあ、嬉しいんだけど、ちょっと上げすぎなんだよね。はい、そうなんですよ。あれ。だーねー、もうちょっとだからね、彼はね、もうなんか本当そうじゃないよっていうことをちゃんと皆さん理解してほしいし、あの、こんな売れてほしくない。もう、まあ、行先未定のひろゆきさんってどうなんですか。ああ、やる気ない。やる気ない。結構す、まあ、素に近いじゃないけど、なんか、はい、ひげさんといるからですかね。いや、そんなことないっすよ、多分。うん、もう、まあ、素には近いと思います。あの、なんか何かを演じてるつもりはないですね。で、多分先ほどの論破王とかの場合だと、ね、おそらく多分その論破王っていうのを多少演じてるひろゆきくんの側面があると思うんですよ、はいはいはい、だからより一層なんかそれにかっこいいとか、なんかそこだけで惑わされる人がいるなとは思っていて、まあこの軽井沢のやつはすごく自然体ですね、そういう意味で。そうですね、会った時とあんま変わんねえなと思って、はい、うん、なんかだから全然喋んない時あるでしょ、あの FM 軽井沢の一応レギュラーよ、あの子って思うんだけど、興味ないからずっとはーって言いながら、で、ね、軽く揺れてるって意味だ、それだけで1時間みたいなのもありますから。ね、まあ、はい、確かに、急に揺れてくまのうんちの話になったもいいのよ。あれ、はい、俺すごいね、ひろゆきさん配信見てすごいなと思ったのは、はい、あ、まずひろゆきさんってさ、ひこもりおじさんだけど、やっぱ知識はすごい、本当に。広く浅い。ああ、広く浅くすごい、本当あるの、はい。そこすごいなと思うんだけど、揺れてんのも確か乱視になるんだけど、あれ、はい、俺映像の作り手としてすごいなと思ったのは、あれ無意識じゃなくてやってると思うんだけど、あれね、揺れるとやっぱり目って、人間って動物だから動くものに反応するんですよ。でこれもうデータがあって、動かないっていうのはチャンネルのザッピングチャンスっていうのは、これもう本当常々 AI でも目動きがあって、うんうん、でこういう配信ってね、やっぱり飽きないし追っちゃうんだよね。だから、はい、計算してやってるのか、ただ単に揺れてる嫌なやつなのかって。もう25年付き合ってるから言いますけど、別にネット配信する前からずっとあれです。はい、ちょっと持ち上げすぎたな。ただ結果的に、そのなんか動的な動きになっているから、コンテンツとしての魅力が増してるっていうんであれば納得します。違うもん。はい。YouTuber さんがフルテロップにする理由ってまさにそれで、ワンカメ体制で、やっぱり性的な絵になりがちなのを、どうやってじゃあ興味を、特に若い人たちに刺激を与えるかっていうのは、テロップだけは、フルテロップにすると絵代わりがするので、みんなフルテロップっていうのを推奨しだしたっていうのはあります。はい、だから、で、特に海外の方がもっと顕著ですね。海外はワンワードずつテロップ出すんですよ。その単語単語で。だからめちゃくちゃ動きが速くて、あれ見ると子供とかはもう一個の動かない性、まあ、性的な絵でも全然楽しめるっていうふうに。え、じゃあなんか、それだとなんかあれですよね。歌い手さんの。はい。MV ってそういう出し方するじゃないですか、歌詞。あれはもともとタイポグラフィーっていう技法です。歌詞をこう、グラフィックとして出すっていう技法ですよね。あれは、素材がなくても結構かっこよく演出できるっていう、割と昔ながらの、技法だったりはします。苦肉の策です、あれは。映像素材が用意できない時とかに。はい。なんだ、予算の少ない番組作りは任せてください。はい。あれですかね、やっぱりここまでいろいろ話してきたから、はい、でも三浦さんもちょっとそろそろリハックス一回ちょっとひろゆきさんと出ますか。おお、強権発動。足が踏めないよ。え、だってさ、どのレベルの話をするかってこと、私も朝生でずいぶんターラさんのさ、わかんないよ、うん、三浦さんっていうのにさ、合わせてさ、こうやってるけどさ、別に今自由人だからさ、そのわざわざ相手にこう合わせる必要ないんだよね。本当にこういうことしたいわけ。ただ三浦さん、今日は僕らに多分知識レベル相当合わせていただいたと思うんで、めちゃくちゃ感謝してます。すごいわかりやすく、はい、もうめちゃくちゃ。ひろゆきは何が問題かっていうと、昔さ、はい、
その模擬犬とかがさ、ニコ生の方のなんか、はい、その深夜でさ、お前ひろゆきバカ言ってじゃないよみたいな突っ込んでくれてたじゃない、うん、今ひろゆき王様だから、うん、そういうあえてしかもみんなそのひろゆきさんの先輩に当たるような人たちがもう地上波から離れてったし、うん、そういう中であえてそのそういうマスにとどまってるひろゆきさんとやってくれる彼に突っ込み入れてくれる人がいなくなったのが痛いんですよね、うん、それルリーさんがやればいいじゃん。私はなんか年代的に彼の先輩ではないし、うん、で、やっぱ女なんで、そのマウントの取り合いは嫌いなんですよね。うんうんうん、うん、だから、その、ひろゆきが分かってなくたって、それを責める気にはならないし、だって私の専門だって私の方が分かってるに決まってるじゃないですか。でも、うんうん、例えば、何らかの知見を言ったときにね、その、はい、そうなんですか、あ、おそらく面白いけど、初めて聞いたけど面白いですね、ここはこうなんですか、じゃなくてね。うん、やっぱりさちょっとこう、まあ、この場合どうですかこの場合どうですかって言ってこうやっていろいろ投げるやつですよね。そうだからやっぱりね話が噛み合うには一定程度のやっぱりなんていうのかな対話の、うん、なんていうか、うん、対話しようという熱意、うん、とか知識欲とか、うんうん、なんかこうセットになってなきゃいけなくて、はい、あるいはそのひろゆきさんと対談して売名したいとかね。うんうんうん、何かのニーズが噛み合ってないとさ。まあ、そうっすよね。うん。あの、疲れるもん。ですよね。あの、おそらくですけど、うん、高橋さん、もし僕が提案するとしたら、多分あの対談っていう、こうなんか、バーサス構成ではなくて、一つの話をちゃんと二人がこう、同じ方向に向かっているようなテーマとかの方が面白いと思います。もしくは、あの、あ、そうですね、旅とか。旅かもしれない。あ、軽井沢に。旅があるんですよ、三浦さん。旅番組もあるんですよ、弊社は。まあ、ことがあるの私が旅に行って。そうですね、なんか、そば食ったり。私ね、そんなにパーティーピープルじゃないから。あ、でも、大丈夫。あの、リハック旅は全然パーティー感ゼロですよ。限界集落行ったり。なんか地方創生みたいな旅するんですよ。うん。うん、刺さってないよ、高橋さん。それを映像で見てもらおうとは思わない。全然刺さってねえよ。そうだな。うん。そうですね。まあ、だからなんか他の多分方と、あの、三浦さん、ひろゆきくん、タッグで何かを語るとかの方が、なんとなくハマる気がするし、なんかあの、さっきみたいな、多分三浦さんの会話とかをちゃんと乗っかって、ひろゆきくんも話を展開するんじゃないかなっていうのは、イメージは出ます。で、ただわざわざそれを三浦さんがやりたいかどうかは、また別の話なので、まあ難しいだろうなっていう。若さん、その悩んでないんだよね、ひろゆきさんってね。何にもね。まあ、あんまり。王様裸なの同系役をできる、はい、大人になってもできるっていう、はい、そういうものっていうのはさあらかじめ自分が真実を見抜いてるっていう前提ありきじゃないですか。ああなるほどなるほど、はい、目の前の人間に対して興味があるとか、はい、悩みがあって自分はこういう悩みがあって人生でその思いなんか惑ってるんだけど三浦さんだったらどう思いますかとか、人間ってお互いに関心を持ち合うことでお互いに出し入れするわけですよね、うん、こう労力をね、はい、で相手に関心がないのに共演するっていうのは、うんうん、結構これ職業柄やらなきゃいけない時もあるけどしんどいし失礼なことだと思うんですよ、うん、はい、うん、まあね、ひろゆきさんはね相手の人には興味持ってて真実を見抜いてるっていうよりも相手のことを知りたいって気持ちが強い気がして、うん、そのためになんかいろんな束投げてどう反応するかとか嘘ついてんのかなとかを試して自分の仮説を試すようななんかスタイルな気がしましたね。だから本当に興味、まあ三浦さんがひろゆきさんに興味ないっていうのはもうしょうがないよね。それはもういい。興味ないっていうんじゃなくて、その要は多分我々が工作するものって何もないでしょ。うんうんうん。国際政治にしても男女の間のその行き違いによるその微妙なね、はい、心のあやにせよ私が書いてきたこと、はい、私が携わってきたこと多分何も興味ない
と思うので、ただなんていうか、そのから左でも右でもないから、なんか熱い安保に対する思いがあるわけでもないし、つまり人間の嘘がある場合にその嘘を見抜いたり穴を探し当てたり、実はすごい都合の悪い隠されてるものを見つけるのが得意な人なの で私は何も隠してないから、穴がない人間だって言ってんじゃなくて、私は穴だらけだけど別にそれを隠そうと思ってるわけでもないから、はい、そうですね、成り立たないのはそういうことなんですよ。なるほどね。こっちが本当に真面目だから成り立たない。どうぞどうぞ。いや、なんかあの加原朋美さんとかビッグダディとか、うん、エビスさんとやった回もあるんですよ。なんか生き様みたいのにも、ひろゆきさんって人の生き様にすごい興味あるんですよ。だから生き様とか、まあなんだろうな、まあ、言論っていう大きな国はひろゆきさん興味ないけど、なんかそういう、でもまあ話し合うこととはみたいなテーマだったら、まあ刺さる気もするし、まあでも、ちなみにあの僕今めちゃめちゃ楽しんでるのは、あ、テレビの人ってこうやって口説くんだっていう、あの基本的にノーって言っててもそれで止まらずにどんどんこうね、それでも口説こうとするっていうあののリアルタイムに見れて、僕はすごく今満足してます。そうね、こうやって東さんもアフリカ行ったからね、すごい、いやだからやっぱすごい、うん、これはね、今のは貴重なもの見れました、今。ただ、残念ながらお時間がちょっとかなり過ぎてしまったので、ここまでと。はい。なんで、結果的に最終的にじゃあそれがどうなるか、リハックにね、三浦さんがどんな形で出るのかっていうのは、出たとしたら高橋さんまだこれ頑張りましたねっていう話に多分つながると思いますし、まあもしくは、三浦さんがすごい楽しいリハックっていう番組企画が生まれるかもしれませんので、まあその時はまたご判断いただければということで、それはさておいて、またFM 軽井沢にはぜひまた出ていただけたらですね。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでございまして、じゃあこのままエンディング突入してしまうとね、はい、皆さん残っていただいて大丈夫ですかね。このままの絵で行ってしまって大丈夫ですか、岩下さん。はい、はい、ではサクッと次回の予告だけさせていただいて本日終わりにしたいと思います。次の配信でございますが3月7日20時からもう予定決まっております。内容に関してはですね、声フォントさんとのコラボ企画ということで、AI ひろゆきを開発したですね、声フォントさんに、まあ、ひろゆく、まあ、そしてセンサーが私の、AI ボイスを使って面白い動画を作ってもらうという、それのついに優秀作品が発表されるかされないとか、そんな状態でございますのでお楽しみいただければと思います。最後、行き先未定 TV のチャンネル登録、そして高評価ぜひ、そちらの方もお願いしたいと思いますし、今出ている皆さんのですね、まあ、X のアカウントであったりとか、リハックさんのねチャンネルであったりとかもチャンネル登録、そしてフォロー、何卒よろしくお願いいたします。それでは本日のゲスト、三浦さん本当ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。大きな拍手を。そして皆さんまた来月お会いしましょう。さようなら。